Last Christmas 今はまだ思い出になんてできないよ。でも愛はもうチャラララララララいいよ、歌詞を忘れたよ、もう歌詞が出てこない。いいよいいよ。でも愛はもうチャラララララララいいよ、まだ行くよ、行く行く、まだ行く、まだ行く、まだ、まだ行くよ。チャラララチャラララララチャラララララ。もういいですか、もういいですか。いや、いいですか、いいですか。出てこないっすよ。もう歌詞そんなね。サビまで行ってくれるかな。あれ、サビじゃないですか。サビじゃない。サビっすよ。皆さん、こんばんはー。どうもー。メリクリー、メリクリー、メリクリー、メリクリソンでございますね。サンタ、向山です。あ、どうも。どうも。トナカイ、松原です。よろしくお願いします。どうも、こんばんは。税込みで。あなたの街に行きますよ。行きますよ。ほんまに行くんですか、また来てくださいって言われますよ。あ、メリークリーってね、はい、開始1分前にクリスマスソング歌ってという無茶ぶりをされて、もう歌詞わかんねえっつうの、はい、突然振られてね、突然振られて、うん、そのサンタ向かい待って言いたかっただけで、このくだり犬 の、 あの前振りやったんですね。そうそう、前振りでね、ちょっとね、なるほど、歌っていただいたっていうね、私なんですよね。いや、もうクリスマスですよ、ね、クリスマス、ヒコも喜んでおります、まあね、クリスマスイブですよ、クリスマスイブですよ、もう早いですね、もう寂しい男のね、いや、ほんまにね、集まりなんでね、もう本当にね、いや、寂しい男でも松原氏に彼女いてあると言うてありましたね。確か言ってましたね。確か、すいません、確かに言ってました。いや、あんま、でもはい、ディスられる可能性あるんで、できればいない程度、いない程度、はい、はい、そうなっちゃいます、そうなっちゃいます、はい、というわけで、はい、本日ですけれども、先日からね、この12月の20日から23日まで、はい、東武機構な5750台そうなんですよ、休まず営業ということで、まあ、先週のニコ生で、はい、まあ、かなり告知させてもらったんですけど、はい、まあ、先週もね、すごかったですね。先週の大東の放送は、いやいやいや、皆さん見ていただけたかな、大変でございます、お疲れ様でございました、ね、20日もね、本当に森口から巡回スタートしたんですけど、はい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 、名古屋からね、はい、会いに来ていただいて、あららららら、すごいですね、そうなんですよ、一緒にね、写真と、はい、撮らせていただいて、うん、頑張ってくださいっていうね、あ、そうですか、ありましたので、すね、嬉しいこと、ありがたいね、ありがたいですね、だけどね、言ってたよ、まっちゃん今日出勤してますかとかね、まっちゃんいたら会いに行こうと、あ、ほんまですか、まあ、本当にもうそういう言葉嬉しいですね、ほんまに、そうですね、本当にね、ありがとうございました、ありがとうございました、本当に、ね、活力になるんで ね、 そ う、 ですね、そういうのが、あと私ね、うん、店舗の方にラブレターくれて、はい、うわ、ありがとうございます。ラブレターじゃないですけどね、はい、頑張ってくださいっていうね、なるほど、応援メッセージみたいな、そうなんですよ、はい、頑張ります、すごいですね、本当にね、そして、ね、23日までという形でしたけれども、はい、たくさんのお客さん来ていただいたみたいで、はい、そうなんですよ、本当にありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、そしてね、まだまだ年末に向けてもね、キコナさん、明日は天休日という形でね、明日は休日になりますね、はい、先ほどちょっと入れ替えという形で台を見せていただいたんですけれども、はい、ね、昔からの名作の続きのシリーズであったりとか、そうそうそう、今大流行りの台であったり増台であったりとか、そうですね、はい、たくさんいろいろ変えられてみたいで、はいはい、またね、明日天休日ですので、はい、明後日ね、来ていただきたいなと思います、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、でね、ニコ生に関しては、はい、今年の放送はね、多分大東が最後ですよ、ね、一番最後、12月の30日の放送ですかね、30の放送がね、大東で最後に、31はやらない、31はね、やらないっていうふうに聞いてるので、話でお聞きしてますけれどもね、はい、大東やりますよ、はい、頑張ってます、放送ね、今年最後の放送ということで、ね、今年最後の放送はね、大東で終わりたいなと思ってますので、ね、はい、ぜひまた来てください、よろしくお願いします、はいはいはい、というわけでですけれども、本日宇津木市でございますけれども、今日は雑談枠、いや、いいですよ、雑談でも、ね、雑談でもいい、雑談でもいいです、マラソン枠、マラソン、マラソン、
なぜマラソンなんですか。いや、あなたの街まで行きますよ。なるほど、走っていくんですね、それ。わざわざ走っていく理由が分かんないですけど、ね、先ほど横浜に来てくれというリクエストもありましたからね。まあ、走るとなると、いや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 、明日もね、朝から仕事ですので。そうなんですよ、ですね、間に合いませんね、はい、すいませんね。行って帰ってきたら到底間に合わない、うん、松屋ぐらいやったら行くけど、ね、そこ松屋やったらね、近所ね、その小腹も空いたし、そうそうそう。またね、このぐだぐだ雑談と、今日はどうします？今日はね、はい、ちょっと打って、うん、ね、まあね、雑談でもいいかなというふうには ね、 ね、思ってます。まあ、とりあえずね、うん、台の方打ってからっていう形で考えてます。はいはい、何打ちましょう？何打ちましょう？何言うと AKB かな。AKB、お、突然。突拍子もなく AKB。突拍子、またあの水着が見たいという、それだけの理由で。何でしたっけ？ラブラドールレトリーバー。水着が見たいだけ。だけの話なんですけどもね。はいはい、今日はスターウォーズどうかなと。そうそうそう、そうですね。スターウォーズの配信がね、あまりなかったと思うので。そうですね、今まで回数としてもそんななかったと思うので。そうです、エヴァはね、はい、散々見たと思いますので。エヴァは多分もうね、結構やってるんで。そうです、先週1週間あたりがすごくエヴァウィークみたいな形になりましたけども、ね、うん、そうですね、はい、ですのでね、何でもいいんですけどね、まあ、今日あの徹夜と迷ったんですけど、徹夜でもいいんですけどね、徹夜でもいいですけど、はい、まあ徹夜はね、日曜日に放送してましたよね。そうですね、はい、なんで、まあスターウォーズの方がいいかなみたいな感じで、はい、行きたいと思います。はい、はい、そうですね、行きたいと思いますんでね、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですけれども、そうですね、行きますか、ね、台の方に行きましょうか。行きましょう。いやー、だけどね、寝屋川市駅前も、はい、あー、あー、行かれたんですよね。そうっすよ、あのね、寒い中ね、はい、1時間ぐらいサンタのコスプレで、はい、寝屋川市をね、駅前をね、ぐる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 ね、いや、だけどすごい暖かかったですね、商店街通ってても、はい、みんなこう手振っていただいて、ああ、そうなんですか、そうなんですよ、嬉しいですね、手振っていただいて、んで、よろしくお願いしますって言いながらね、なるほど、出てたんですけど、そや、寝屋川もね、またグランドオープン、そうなんですね、駅前店がこの前でしたかね、はい、おとといぐらいでしたっけ、おとといですかね、はい、グランドオープンという形でしましたね、いや、楽しかったですよ、ムック店長もね、20日の日はいろんなところ回られて、そうですね、9店舗、9店舗全部行きましたので、なんか、写真見てると、あれですか、なんか、組体操やったというお話も、いや、そうですよ、毎回恒例の森、恒例の森口で、はい、お客様をお出迎えした後に、はい、森口の中央通路に行って、はい、全員でピラミッドをするっていうね、組体操のね、そう、しかもね、4段なんで結構っすよ、もうめっちゃ高いですよ、すごいですよ、あれ、ほんまに4段の4段は結構っすよ、4段のピラミッドをね、そうそう大人になってからやることないですからね、いや、下の人めっちゃしんどいっすよね、いや、写真びっくりしましたからね、あれ、え、1、2、3、4段よ、4段、10人でそう、すごいっすね、この島の上より高いからね、一番上すごい、ちなみに一番上乗られたの誰でしたっけ、今回は誰やったかな、いや、僕はね、はい、2番目やったんで、ああ、上見る余裕、ちょっと上見る余裕がなかったですねなるほど、体のね、ちっちゃい人とか、はい、細い人とかがね、なると思うんですけど、森口のね、一番上やったみたいですね、そうそう、森口のスタッフさんも慣れてるので、あ、なるほど、あのね、足をこうかかと思ってこう押し上げてくれるまさかの慣れてくれる、まさに慣れてますやんか、うん、普通にはやっぱ登っていけないんで、なるほどね、かと思ってくれて、なるほど、なるほど、っていうね、うん、さすがやな、さすがですね、慣れてますね、慣れてるっていう、はい、じゃあね、ぼちぼちと打っていきましょうか、はい、行きましょう、まずはね、スターウォーズ A の方ですね、はい、打っていきたいと思います、はい、リアル社員対決、うん、新下克上、本日は、スターウォーズを打っていきます、よろしくお願いします、お願いします、イエーイ、さあ、行きましょ う、 そう、このスターウォーズがまたね、ちょっと特殊なんでね、すごい特殊やね、すごい特殊スペックですね、これね、いや、本当にね、びっくりしました、これね、右からも左からもこう弾がやってくるってい う、 そ う、 そ う、 そう、そういう仕様なんで、ルートがね、2分の1で2個に分かれるんですよ、そうなんですね、一番上の、画面上部から弾を入れるというね、はい、そうなんです、非常に珍しい形の形状になってますね、はいはい、あ、頑張ってくださいということでね、ありがとうございます、じゃあね、それではね、たくさんコメントまたいただいてますんで、はい、コメントを読んでいきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ね、メリクリーということでね、メリクリー、メリクリー、日付変わりましたけどね、24日でございますけれども、はい、はい、
ムック店長が見れるの嬉しいなというねコメントも来てます。はい、こんばんは、日付も変わり24日クリスマスビューです。公約通りムック店長のミストの写真公開かなというコメント来てますけれどもやはり覚えてましたか。今触れてはいけなかったかな、チャンス、はい、ちょっとね、はい、携帯を iPhone6 に変えました。いよいよ、いや変えたのはいいんですけど、はい、画像がね、うまいことね、移行できたか、できなかったんですよ。あら、なんで、はい、ちょっとミストの写真の方がね、はい、行方不明になってまして、あら、ちょっと今探しておきます。探してるという形ですね、はい、そうなんです。わかりました。移行はあれですか、 iCloud ですか。 iCloud で行ったので、言い訳ですか店長っていうコメントが、言い訳ですか店長。いやいや、もうほら、iPhone6 に変わりましたよ。変わってますね、ちゃんと変わってますね。そうなんですよ、うん、で本当に iCloud で行ったんで画像がねちょっとね、はい、行方知れずなんですよ今。なるほど。じゃ探して出てきた際には公表するという形ですね、はい、はい、皆さんご了承ください。はい、ミストミストってねコメントも来てますけどもねなんだよラブジョーじゃねえじゃねえかってコメントも来てますけど、ね、あ、そうなんですよ、はい、去年はね、ラブジョーでしたから、去年はね、今この去年の今この時間はラブジョーやってたんで。あー、なるほどね。去年もクリスマス大東やったんですよ。あ、ちょうどその時期でしたかね、はい、はいはいはい、それでラブジョーやって寂しくラブジョー打ってましたね、打ってた感じなんですよね、はい、はい、あ、こんばんは、今日も愛知県刈谷市から見てますということで、ね、ありがとうございます。いや、もうやめてそれ、ひさこね、ひさこでしょそれ。ひさこね、愛知県刈谷市から見てるのはひさこなんでそれ、やめてくださいあーね、あ、さっきのね、店長のあの写真の件ね、前の携帯持ってきたらええやんっていうねコメントも来てますけどもね、はい、何のことかな、何のことかなってねああ、松浦さん、JP さん、ムック店長、マシマシにこんばんはとね、はい、こんばんは、いらっしゃいませ、はい、あ、イブだけになんかネタ仕込んでるかなっていうコメントはありましたけど、先ほどね、いきなり歌を振られて、はい、いきなり急遽振られるっていうなかなかね、はい、1分前とかでこういうこと決まることが多いんでね、大統の放送はね。さあ、さて今日はクリスマスソングからスタートかなとかでね、勘がいい方ですね、この辺ね、さすがですね、はい、マライア歌ってよってねコメントも来てますけども、ノック店長、今日こんばんは、まっちゃんレビオーサーということで、ね、どうもレビオーサー、まっちゃんメリクリオーサーというねコメントも来てますね。メリクリオーサー、新しい、なるほど、まっちゃんレビオーサー、ひさこもレビオーサーっていうね、ひさこは見てないです生では見てないということね、見てないです。 YouTube は見てる、 YouTube で見てる、 YouTube で見てる、生じゃないからね、はい、あ、ひさこさん見てますかってコメント来ますけど、ね、うん、ラブジョーじゃないのってねコメントも来てます。ラブジョー、ラブジョー、みんな好きですねラブジョーね。移動するじゃん。パチンコもラブジョーありますけどね。ああ、そうですね。一応、はい、ラブジョー。スロットもありますけど。あ、そう、スロットだとちょっとね上の方に移動しないといけない。スロットは難しいか。はい。ああ、ミストサウナのために何ヶ月楽しみにしたかわからんっていうねコメントも。いや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 。そんな楽しみちゃうでしょ。どれだけ楽しみだったの。いや、もう36のおっさんの裸ですよ。ただのちょっとセクシーな裸を、ね、ちょっとそういうの、あげるんやめてもらってもらってあ、これ打ちたいけど地元の一パチないということでね、まあ最新代ですんでね、なかなかに今日導入されてる数も少ないかなというふうに思います。ちょっとね、とても1円にはまだないので、そうですね、ライトミドルの方なので、はい、そうですね、そうなんですよ、こちらの方もなかなか珍しい方ですかね。そうですね、ライトミドルの方ですね。何、おっと、あ、それ暑いですね、ベーダーゾーン暑いですよ。あ、暑いですか、はい、レベル3円しかも、あの 4つ保留がね今変化してるんでちょっと見づらいかもしれませんけどね、あの4つ変化しまして、このゾーンに入ると非常にチャンス。ああ、これ酒読み的な感じですね。そうです、そうです。ああ、なるほど、しかもレベル3やから熱い、熱いですね、うん、でこの次ですね、そうですね、来るのは。ただね、この台ここで当たってもさらに次がいりますからね。ああ、なるほど、はい、次当たってこそなんです、まずはい、ここ、ね、ここ大事、ここ大事、ね、あ、これを初めて見る台だわっていうねコメントも来ますんで、はい、さあどうかな、まあ、まずリーチになって、お、熱い熱い熱い、お、何これ、お、すごいの出たんじゃないの、いいですよ、なんか今すごいの出ましたね。あ、これ今ズレ目になってましたね、8、1で、はいはいはい、これチャンスアップです、チャンスアップ、はい、これで赤になってくると、なんかさっき、ね、エヴァでいう霊背景みたいなみたいなやつ出ましたね。あ、強い、4セット、はい、あ、4セット来ましたね、店長の方もね。あ、さすがライトミドル149点、5分の1、わわわわわ、いいですよこれね、ベイダーが主役やからね。そうですね、うん、いや、ものすごい煽りからサイドリッチ、わー、チャンス、ポイント8点来ましたね。これ来るとおよそ 40% って言われてますね。おー、なるほど、はい、だいぶ熱い、いや、これ
先読みもかなり強く、あ、リーチも強い、あうわールークや、先読みも強いしリーチも強い、これかなり、いや店長の方もだいぶ注目ですよ、これはいい感じですね、熱いなということで、これは熱い、マッチョスリジャーワールドナップラコッテっていうねコメント来てますけど、全然わかんない全然わかんないか、それマッチャンごめんやして送りやしてごめんやしたってねコメント来てますけど、え、なんて、はい、ごめんやして送りやしてごめんやしたっていうあの例のあの吉本新喜劇なんです。さあ店長の方もリーチはあ 3D 来ましたね、熱いですよ、おお、はい、これあの映像が 3D 化するんですけれども、なるほどなるほど、あ落ちましたね、ああ、私これ赤でしたね、でもあそう、はい、レビオーさん、よーいしょー、お見事、すごいすごい、あ、オビアン系の帯ですね、こちらも店長の方も同時に当たるんじゃないですか、いやありえますよ、いやめっちゃ派手やなこれ、すごいデータかっこいい、確かに 3D に見える、そうなんです、うん、すごい映像が 3D 化されるんですけど、映像すごいですね、はい、映像すごい、ほんまこの奥行きの深さというかね、仲間になれ、あ早いなあとね、早いなあ、いや一発っていう、うん、どんぐらい開始してまだ5分も経ってないんですよ、5分も経ってないと思いますけどもね、さあまずこれで4ラウンドですかね、これで4ラウンドですね、はい、ああ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 これはどう、落ちなかった、復活らしい、残念店長、あじゃあ今日の放送はもうここで、早い、わ早い、まあいいとこも見せたしそう、ダメなとこも見せたし、あ店長さん、あの役を出したって思ってますけどね、寝回る、ちなみにこれ4ラウンド当たってからですね、100回の時短に入りますね、なるほど、はい、100回の時短中に、なんとこの台あの確率変動というものはございません、おお、はい、で 100, そうです、ね、100回転の間に 149.5 分の1を電柱サポートで当てましょうという台ですね、まあ、要はサポートがあるだけで、同じ確率を引くってことですよね、はい、ちなみに消化はめちゃくちゃ早いです、はい、でそこで引けばなんですね、そうなんですよ、そこで引けば、はいはい、ただこの中でも 23% はあの大当たりはするんですが2ラウンド時短なしっていう大当たりもあるんで、なるほど、それを引いちゃうと転落という形になりますね、なるほど、はい、まあ、ちょっと特殊な感じですね、はい、非常に特殊なスペックになってますね、店長どんまいってねコメント来てますけども、あざーす、店長 AKB じゃないからだよって、ね、コメント来てますけどもね、ラブラドール見たかったもうすでに気分、もう気持ちがそっちの方行ってますけどもね、うん、ラブラドールみたいな女の子が見たい、ああなるほど女の子が、ちなみに言っときますけど、はい、ラブラドールってあの犬の犬種ですから、いや分かってるよそれは分かってるあそれは分かってるそれは分かってる分かってるけども、そういう、うん、なんかラブラドールってすごい言うこと聞くやん、あ人懐っこい感じのね、そう人懐っこいやん、そういう女性の方と巡り合いたいっていう意味です、なるほど、巡り合いたいと、おしとやかな、おしとやかなね、清楚ギャルですね、うん、いわゆるところのね、だからギャルじゃないよね、はい、あギャルじゃない、清楚ギャルやったらね、清楚系のね、うん、なるほどなるほど、あ俺昔ラブラドール買ってたっていうね、あーいいでも可愛いですよね、うん、そうですね、あ昔ラブはね、あじゃあやろう店長っていうコメントでね、 AKB 打ちたいやったらやろうっていうコメントもたくさん来てますけれどいいですか、あラブラドールな清楚ギャルわらわらってね、ラブラドールのメス見りゃいいじゃんっていうね、ういう女の子が見たいですからね店長はね、いや、はい、女の子ですね、うん、あ犬でもいいっすよ、あ犬の方でも全然 OK、 全然 OK、 僕はあのドッグカフェとか行ったりしますからね、あドッグカフェね、いや店長、ね、めっちゃ犬好きですよ ね、あの癒されるんですよドッグカフェ行ったら、ね、あやっぱり人懐っこさとかそういうところに惹かれる部分あるんですか店長、いやもうほんとね行ったらムツゴロウ化するのでってやろうなるほどね、なんぼ噛みつかれてもええっていう、あ店長重心派に打てばっていうコメントも来てますけどね、重心派にね大東ね入ってないんですよ、あ導入ないんですか、あれば間違いなく打ってますよ、打ってると、はい、この時期なんでなおさらっていうのもあるんですけど、ね、2分の1は重心派にで放送しますよね、2回に1回は2回に1回はむしろそっちでみたいな感じですかね、うん、ああラブラドールな清楚ギャルってどんなんやろってねコメントも来てますけど、天の声、お赤青で来ましたか、今なんか今結構厚めですか、ね、結構強そうな、あリーチかかりますね、はい、さあどうでしょう
ダースディアス、シディアス。そうですね。ダースシディアス。これで勝てばというところなんですね。赤文字ですよ。店長寂しいんだねっていうコメントも来てますけどもね。店長ぬくもりが欲しいのかなっていうコメントも来てますよ。人のぬくもり。今ね、寮なんで犬も飼えないですもんね。そうですね。なるほどなるほど。そうです。まあ寮ですからね。私。ムクゴロウと愉快な仲間たちっていうコメントも出てますけどね。あ、ちなみに今回時短で当たっても出玉なしなら転落だからねということでね。そうですね。そういう形になりますんで。どうだ。どうかな。さあどうだ。ああ、惜しい。ダメか。あ、店長の権限で重視犯人をぜひっていうね導入してほしいというコメントも来てますけれどもね。はい、結構ね、あの台数がね全国少なかったんで、はい、あのね、案件はあげたんですけど、はい、台頭の方には回ってこなかったんですよ。ああ、なるほどね。そうですね、だいぶとその台のそのもの自体も少ないっていうところでしたからね。そうなんですよね。はい、あ、私を買ってっていうねコメントも来てますけどねいろんな方からラブコールを受けてますね、ムック店長ね。 ありがとうございます。はい、いや、でしたら、はい、私を買ってほしいです。え、店長買われる側でいいんですか、それは。逆に逆にね、私を買ってほしいです。あ、時短はフルーツが確定音出ないと当たらないイメージがあるっていうねコメントも来てますけどね。フルーツ柄ですもんね。はい、これ右打ち中に当たれば確変っていうことですけど、右打ち中に出玉ありの当たりを引けば、次回までの時短に入りますね。はい、はい、確率は変動しないです、ね、しないという形になります。はい、確変ではないんですけどね。そんな店長が好きですよっていうねコメントも来てますけどもね。ありがとうございますあ、買いますっていうコメントも来てますよ。店長買いますっていうコメントも来てますね。ぜひね、PR ドットのところにお送りいただけたらメール等々送っていただければ、はい、といった形ですかね。はい、店長買いますあ、今日はあの音声のトラブルなくてよかったね、まっちゃんというねコメントも来てますけどもね。いや、ほんまによかった。そうですね、いつもだったらあのいきなり、あの音声がなくてもう一遍お願いしますっていうね、はい、トラブルもありましたけれどもね。はい、あ、折れない心っていいねっていうね、ずっと歌ってたやつですね、これはね。あ、笑ってはいけないでこれやればよかったのにっていうコメント来てますよあの先週のね、あの放送でしたけれどもね。はい、はい、あ、こうこんばんはというねコメントも来てますけれども、あ、先ほどね、あのどこまででも行きますというコメントに、あの横浜へ来てくださいというねコメントが来ますけども、あ、20日森口店で朝忙しい中、ムック店長写真&ホームページまでありがとうございますと。 ありがとうございます。あの、まっちゃんタイミング合えず会えなくて残念と、ね、来ていただいた。あの先ほどの、言ってらっしゃった方がね、ありがとうございます。ガッツポーズ来ますね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、わざわざ来ていただいてありがとうございます。こちらこそですよね、本当に、うん、ああいうのでね、本当ね、勇気づけられるというか元気づけられますよね。そうですね、わざわざ来ていただいてね、そういうところ、モチベーションの糧となりますよね。そうですね、店員さんのね、あのやる気にもつながるといった形でございますけれどもね。ああ、絶対に来てくださいということで、これ多分あのウェスカーが言ってるやつですよね。今日は松浦さんは家族サービス中ということですけども、らしいです。はい、今日家族サービスということで、という名のキャバクラでしょ。どうぞどうぞキャバクラ行ってます。あの、今日はあの送迎もないからっていう話で聞いてますんでね。あら、そうなんですか。はい、私はあの一夜を過ごしますんで。どこで？住の堂の近くで。あ、そうなんですか。なんかありましたっけ、ホテル。いや、ホテルはないです。何でしたっけ、インターネットカフェが、ああ、ネットカフェで、はい、ありますんで。いやー、かわいそう。まっちゃん送ってあげてあ、別にいいです、大丈夫ですよ、送りますよ。そこまで、そこまで、そこじゃないでしょう、はい、ネットカフェあのエンデックマジでブラックだよなとか、そういうこと言うのやめてくださいね。あのいつも送ってもらってますんで。いや、場所まで送ってあげて、はい、いや、ほんまに送りますよ僕は自転車なんでね、はい、そうですね、店長にもね、二欠できます、二欠で、二欠はやめましょう。一応チャリンコの二欠はね、禁じられてますんでね。そうですね、家のピンなのって、はい、あの今日僕ピンでやってますんでね。いや、大変っすね。でも、いや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 、いつもあの普段はこういうところでやってる時もありますからね。はい、クリスマス何それ爆発しろっていうコメントも来てますけどもね。ね、一人の方だとクリスマスを意味嫌う方もいらっしゃいますけどね。いや、やっぱりね、クリスマスはね、ちょっとね、周りもちょっと特殊な感じになりますからね。あ、そうそうそう、なかなかこう街を歩いててもちょっとね雰囲気が違う感じになっちゃいますんでね。あ、まっちゃんは寂しくないよっていうね、
リア充まっちゃん主任爆発してしまえばいい。いやすいません。コメント起きてますけど、ね、やはりディスられますか。いやそうですよね。やはりそう言われる方。いややっぱりねそう言われるだろうなと思って。うん、あクリスマスに対して俺仏教だからっていうね。なるほど。これ日本人の結構定番でもありますよね。そうですね。うん、あの女性にねあの何かねだられた時は、はい、いや俺仏教やね。あクリスマスだから何か買ってみたいなこと言われた時に。あかんね俺仏教やね。仏教やから。え、あれクリスマスってイエス・キリストの誕生日でしたっけ、死んだ日でしたっけ。いや、ね、誕生日、ね、クリスマスじゃないですか。クリスマスっていうのはもともとね、はい、これ日本が特有に発展させたんですよね、はい、あ、そうなんですか。あのカップルが過ごす日ではないんですよ、はい、海外は。あ、別段そうですよね、家族でなんかこういろんな家族で過ごす日なので、別に彼女にプレゼントあげる日でも何でもないんですよ。まあそうですね、日本だけですよこういう風にするね。本前はあれですよね、メインは子供に。いい加減にしなさいよ。怒ってる、めっちゃ怒ってる。ノック中、ノック店長だいぶだいぶおこになりましたね。やっぱ ねちっちゃい子供がねサンタクロースからのプレゼントみたいな。あ、そうですね、そういう。それはいいです、それは分かりますよね、ほっこりしますよね、はい、ああいうのはね、ほっこりするけど、うん、女性の日になってるからね。なんでですかね、なんでそうなったんでしょうか。いつの間にそうなったんでしょうね。じゃあ男性の日はいつなの。いや、ほんまそれですよ、ほんまそれですよ、わ、うん、かるわかる、もう言いたいこと非常によくわかりますね。あね、でも仕事の人多くない平日やしということで、ね、まあまあまあそうですね、土日祝日かぶってないですからね。そうですね、今回そうですね。あ、街へ一歩でも出かけたら、カップだけで今年も家でゲームですっていうね方もいらっしゃいますけども。そうですね。ああ、ベスカーの絵の方が良かったねダディってねコメントしてますけど、俺クリスマスのに梅田の映画館に恋愛映画一人で見に行くわっていうね。いやもうあの勇者ですね、だいぶ勇者ですね、勇者。周りおそらくめっちゃ混んでそうな気もしますけどね。なんか2人組で、日本人がケーキ食うのはキリシタンかよっていうねコメントもしてますけど、キリシタンって、アメリカではクリスマスで楽しく過ごすんだよっていうねコメントもしますね。そうそうですね、家族で楽しく過ごす日ですよ ね、うん、そうですね。あ、海外ではクリスマスが家族で新年が恋人と。あ、そうなんですか。いうねコメントも来てます、ね、なんか日本が逆ですよね、新年は家族みたいな。そうですね、逆ですね、完全に逆のパターンになってますよね。あ、男はホワイトデーしかないよっていうコメントも来てますけど、ホワイトデーってでも、いやだからね、世の中のね男性諸君よ、作ろうよ。団結して。いや、そんなそうっすよ、うん、男の日を作ろうよ。なるほど、せめてね、あの車両なんかの、だってね、ホワイトデーってバレンタインデーもらったからあげるんやんね。まあ、あくまでもそうですね、お返しの日もね、お返しですよね、自らこうあげに行くというわけではないですよね。だからね、作ろうよ、逆に。そうですよね、あってもいいですよね、あってもいいんじゃないかなと思いますけどもね、あ、クリスマス仕事っていうね方もいらっしゃいますね。あ、デンサポ終わりそうっていうコメントで、あ、終わりましたね、終わりましたね、残念。一応ねこの、引き戻しですね、それも含めてなんですが、はい、昇格、まあ、いわゆるデータラッシュですね、あの突入の確率が 53% ぐらいはあるみたいです。なるほど、はい、149.5 分の1を100回転で当てるっていうのはね、はい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 、JP さんはクリスマスイブの夜はジャグラーですかっていうコメントを来てるんですけど、ジャグラー別に打たないと思いますね、いろんな意味でジャグラーを打たないと思います。はい、いろんな意味で。ああ、福山雅治さんが男限定のライブしたらしいっていうねコメント来てますけど、ああすげえ、すごいですね、それ行きたかった俺、うん、いいですねそれ、これは男気を感じますね、うん、福山さんのね、それ行きたいっすね。ああすごいな、それかっこいいわ、やっぱりあの人、やっぱりあの女性だけじゃなくて男の人も好かれるっていうのはそこら辺あるかもしれないですね。いやだけどね、はい、やっぱあそこまで行くと女性にものすごくモテるからできるんでしょうね、うん、なるほど。なるほどなるほど、逆になるほど、クリスマスとかだって関係ないでしょ。なるほど、ないですないです、ね、常日頃から周りからねキャーキャー言われるっていう形でしょうからね。そうなんですよ、だからできるんじゃない。何歳ですか福山雅治って。いやもう40そうでしょ、確かなんかずっと変わらないですよね、あの人。いや顔も全く変わらないですしね、あクリスマスがなんじゃいっていうね男らしいコメントも来てますけどもね。あれですよ。8月に祝日ないから男の日って作ろうっていうねコメント来てますけど、いやですよ、男の日作りましょうよ。ああ、ミストサウナの日とか作ったらどうですかっていうコメントも来てますけどね。なんで嫌ですっていう。
あ、6月9日をバツイチ男の記念日ムックデーとしましょうっていうね、コメント来てますけど、なんでそこでバツイチ入れるの？ムックデーで映画なっていうところですよね。なんでバツイチ入れるの？わざわざ入れるの意味がわかる。あ、ジャグラじゃないよ、ハローサンタ打つんでしょ JP さんというね、コメント来てますよね。あのハローサンタもちょうど時期的なパチスロのね、台あったりしますけれども、また再販するみたいですよね、あの台ね。あ、45歳っていうコメント来てますね、あの福山雅治さん。ああ、45歳全然変わらないですね。すごいですね。すごいわ。だってまだ、だって福山雅治さんってあれでしょう、はい、抱かれたい男ランキングね、上位にね、まだいますもんね。あね、クリスマスをディスるのはもうやめようって、なんかかわいそうになってくる、クリスマスに罪はないっていうね。なるほど、確かにそうですね、真っ当な意見をいただきました。確かに、はい、じゃあもうやめようあ、こんばんは、店長に会いに飲み会早く切り上げて帰ってきましたね。あ、ありがとうございます。ありがとうございますね。早速ムック店長抱いてっていうね、コメント持ってますけどね、抱くよ抱くよ抱かないで抱かないでください抱くなら、ね、それはね、さすがにねあの、キコ、ウエスカーさん曰く、キコーには鉄の掟があるという話ですからね。そうだね、はい、鉄の掟がありますあ、でも今度8月に山の日って祝日できるでしたっけっていうコメント来ますけど、そう、山の日それはね、海の日があるのに山の日はないんだよね、確かに。それ言ったら空の日とかできそうですねいろんなところに海もやれば、そうそうそう、山もあれば空もあって、そうそうそう、いろんなところになんかありそうですけど、祝日を増やすっていうただ8月って 祝日増やしても時期にもよりますよね。まあまあまあ、そうですね。例えばまあ夏休みとかね、かぶったりするとちょっと損するかなっていう方もいらっしゃるかもしれませんしね。今日エヴァ9で900ハマりました、ムック店長慰めてっていうね、コメントも来てますよね。そうなん、もういつでも頭よしよしするよあ、だからよしよしで、うん、してもらいたかったらね、ま、たぜひあの大東線さんに遊びに来てください、よろしくお願いします。あ、ハグならいいですか、なんて隣で売ってあげるあ、店長にはキココがいるじゃないかっていうね、コメント来てますよ。あ、そうです、あ、今ね、ちょうど、あ、キココが、ね、キココがちょうどあの上の方にそう、プレゼントまだってね、ダダこねてるんですよ。あ、やっぱりね、やっぱ可愛い盛りですからね。そうなんですよ、はい。ああ、キコは店長の味方だよねっていうことでね、確かにそうですね。なんかおもろいね、空の日かってね、コメントしますけど、おもろいね、スターウォーズですか、うん、まあ、おもろいですよ、これ面白いです、普通に。あの、僕もこの前売ってきたんですけど、楽しいです。あの、時短に入ってからっていうか、あ、そうですね、次回までの電サポに 入ると、超高速走行になるんで、それも見てて楽しいですね、はい。店長今何回転ですかっていうコメント来てますけれども、今は126ですね、6ですね、126回転といった形ですね。お、あ、でも無理やり作った記念日多いよねっていうね、コメントも来てますけど、なんか祝日もいろいろね、変わったりして、昔はあの日で固定だったんですけども、第何月曜日とかで変わったりもしてますしね、はいはいはい、なんかイメージがこう何月何日っていうイメージがついてないような気もしますけどもね。あ、自分は今日も苦しみますですってね、コメントも来てますね。あ、キコーナの創業記念日はっていうコメント来てますけれども、創業記念日ちょっとそれはわからないですねすいません、別にあのお休みになるとかいうわけでもないですからね、むしろね。北斗で未だ当たりが引けないから、まっちゃんレビオーサの魔法かけてっていうコメント、ね、あ、北斗あれですか、剣王ですかね、剣王ですかね。いや、もう、まあ、マックスなんでなかなかあれですけど、はい、あのボタン押すときにあのレビオーサの魔法がね、あ、いや私がねやりますよそれ、ボタンを押すぐらいやったらなるほどね。あ、009とどっちが面白いって、確かに009は非常に似通ったスペックなんですけども、009もね面白いですよね、面白いです、はい。あれも確かに100回転の時短がつきまして、その間に219分の1というのを当てないと、あっちの方がね、逆に言ったらマックス系に寄ってるので、非常に、はい、あと非常に当たりづらいですよね。そう、まったり遊びたいんでしたらまだこっちですね、そうですね、スターウォーズ A の方がまったり遊べるかなというのもありますね、はい。ムック店長、キココに彼氏できたらどうするのというコメント来てますけども、認めないですよ、そんなの相変わらず認めないんですね。認めないですよ。あ、もうずっと、そしたらあのここは店長の元にいると、そうそう、何を言ってるんですかいう形ですね、はい。まあ、将来的にそういう日が来るのかどうかってね、
コメントもね来てますけど、あじゃあボタンの時は大都に念を送りますというコメント来てます、ね、先ほどレビオさんのボタンのことだと思いますけどもね、北斗の時ははい、ぜひあの大東線にていうか大東に来てくださいよありますからね大東店コーナー大東店に来てくださいよ、はい、これひょっとしたら遠いのかな、はい、ああ遠い方かなかもしれませんけどもね、あ時短で1000回転以上回したのにヨーダ来て負けたっていうコメント来てますね、ああトータルでってことかな、そうです、いや1000回転でもこれ当たらないっていうことも大いにありえますんでね、確率変動がないんで、ああの多分それで時短なしの大当たり引いちゃったということだと思うんですけどね、あなるほどね、はい、通ってた学校にとりあえず休むでってあったよっていうコメントありますとりあえず休むでってどんなことだろうね、あまっちゃんのマジック見たいっていうコメント来てますけど、あマジックね、はい、最近どうですか、新しいネタ仕入れましたか、あいやすいませんちょっと仕入れてないんですねなんで、はい、まあ、お4セット来た、これ熱いやつ、再び4セット来ましたね、あったあったあった また来た、あ保留変化ね、ベーダーゾーン来た、はい、これ4セットになると必ずベーダーゾーンなんですけどね、あとあそうなんですね、保留があのレインボーになったりであったりとかもあります、はいはい、はいはい、これ言うならば、はい、疑似さんとかそんぐらいのレベル、疑似さんレベルです、要するに先読みさんと考えてもらったらいいですかね、なるほど、はい、堺から一番近い気候などこっていうコメント来てますけど、堺って、まあ、一番南に位置するっていうとどの辺になりますかね、どこやろ、あどこになるかな、だけど高速乗ってくる形になるよね、堺やったら堺やとね、となると大東とかも近いもんね、はい、もう今来れる範囲ではありますし、うん、あとは大阪市内の方でも市内はね混むんでどれが早いって言われると、はい、あそうですね、なかなか難しいですね、そうなんですよね、はい、あ大東に下りのエスカレーターつけてほしいっていうねコメントも来てますけどね、えあの下りのエスカレーターつけてほしいっていうコメントも来てますよね、あ4は発展濃厚、あの保留4の変化は発展濃厚っていうねコメント来てますね、ほうほうほう、さあここから発展するかな、ここから発展、これギューンと来るんですね、おお中来た、あ赤ですね、発展ですね、おお落ちた、落ちました、ね、稲妻青やね、稲妻青です、あこれ、ね、それ先外した俺これ、あこのリーチ先ほどね、店長が外したリーチですね、星4つってやつ、オビワンケノービーですね、一番初めの師匠ちゃん、そうです、あそうなんですね、はい、うん、店長スターウォーズ詳しいんですか、まあまあ昔は見たことある、あそうなんですね、非常に有名なねこの映画ですし、ごめんなさい私ね、はい、見たことないんですよ、ああ多分そういう方もいらっしゃると思いますね、はい、オビワン知らない、知らないです、まあ、ダース・ベイダーとか名前は知ってるんですけど、そうですね、非常に有名なキャラクターですし、ルーク・スカイウォーカーとかね、ダース・ベイダーも一応味方はじめ嫌ってやってんで、はい、あそうなんですか、そこから闇の方に走っちゃったというところですね、それが、はい、一番新しい作品なのかなあー行かない、惜しい、惜しいなー、一応復活パターンもあるんですが、これなかなか停止しないんですよね、うーん、あーダメですね、あ森口近いんだお正月行こうかなってねコメントも来ますけどね、店長がよしよししてくれるなら九州から飛んでいきますってね、いやいやいやもう全然よしよしするよ全然よしよしするよ、3時間はする、3時間は長い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 、3時間はよしよしするなるほど、九州からだって来てくれんねん、いやでも励ますわ、さ九州から来るやったら3時間はしないと、ね、なるほど、わざその労力にね、うん、あの見合っただけでよしよしを、ね、飛行機で来た往復で3時間ぐらいでしょ、いやその後3時間はよしよししないと、ね、なるほどずっと打たれてる間よしよしするという形で、はい、あ壁ドンもしてくれますかっていうコメントが、ね、壁ドンね、今流行りの壁ドン、壁ドンなんかもう何回でもしゃべる壁穴開くぐらい、穴開くと思ったらドンドンドンっていろんなとこで壁ドンするよねあらゆるところでね、うん、床ドンでもええ、床は危ない危ない危ないおあベーダーゾーンの緑、お来ましたね、これだけど緑の方ですね、あそうですね、緑は弱い方ですね、これが赤まで行くとね非常に熱いパターンにはなるんですけどもね、なんかね、はい、赤まで行って、うん、ようやくスタートラインかなっていうような、そうですね、当たるっていうパターンの時はね感じがします、あとはやっぱりフルーツから出てきてほしいんですよね、 あれが来るともうほぼ7割近く当たるという話です、ね、あそんなに、はい、相当熱いみたいですね、鈴宮春日の時フルーツ柄めっちゃ外れてたけどあのそれはそれ、これはこれといった形で、なるほど、はい、今回は非常に熱いらしいですよ、
あ、福島県から行ったら壁ドンしてくれますかっていうコメント来ますけど、全然する壁ドンなんで、全然する壁ドン、そんなんただなんでいくらでもやりますよ私は。あ、この前行ったしまっちゃん見たよっていうコメント来ますね。 ありがとうございます、ね、見られてましたか、言っていただければね。そうですよ、言っていただければね、何回でも壁ドンするのにね。壁ドン、床ドン、わらわらってね、こんにちは。床ってなんすか。股間ドンしてされたっていうコメントも来ますけど、股間ドンってどういうことやるか、よしよし長いは打たせろっていうね、コメントも来ますけど、よしよしされすぎて摩擦で剥げそうってコメントも来ますけどね。剥げるわ。大ドンしてってことで、大ドンはダメですからね。あの大はね、あの丁寧に扱ってください皆さんね。あ、鈴宮春日はあれのフルーツからわかんっていうコメントも来ますね。そうでしょ、めっちゃ外したから、結構外しますからね、あの台のねフルーツ柄はね。お、さあどうかな。さあミッション3つですね、ちょっと厳しいですね。あ、店長のヤニ体操発動は1時まで我慢してくださいと、現在42分でございますけど、ね、あ、もうそろそろかなって体感的には思ってたんですけどね、徐々に欲しがってる形ですかね、体感的にはもうちょっとかなって、活動限界そろそろ来るかなってヤニがタイムでね、こうやって言ってますけど、はい、これね、ノーマル系のリーチは一旦こう外れてから発展でして初めてっていうところなんでね、最初はさ、はいはい、発展しましたね。お、だけどブルーやね。そうなんですね。はい。オビワンや、オビワン。オビワン出た。ね、あ、キココも壁ドンしてくれますかっていうコメント来てますけど、キココは。キココはね、あの抱っこしてあげてください。あ、だむしろね、可愛くね、優しくあの撫でてあげてください。はい。はい、あ、この間夢にムック店長が出てきたの。あざーす。行きますぜ、どこでも。夢にまで。そう、夢ならどこへでも行きますからね。行きますよ。あなたの夢の中へといった形ですかね。はい。何でもしますよ。何でもするってことですね。夢の中では何でもするという話ですから。はい。あー、帯は強いわ。いいですね。あ、俺も夢に店長出てきたってね、さすがやっぱりあの寝る前に見られてるから印象があるんでしょうかね。あ、なるほど、いつの間にか出てくるって感じね。オビワン系の、鈴宮春日は伝説の手入れ放送でしたねということで、いやほんまにね。あれが手入れ放送の始まりですか、あれが元祖手入れの、そう手入れの先駆けとなった放送ですね。あれが面白かったから成り立ったんやね。めっちゃおもろかったです、ね、なおかつムック店長が普通に隣で当てるっていうところがね、あれ面白かったもんね。僕も放送見直して笑いましたね、自分でね。あれは、あ、明日仕事で雪を前に行くのに1時までしか見れませんっていうねコメントも来ますよね。いや1時までね見ていってくださいよ、はい、お、赤いぞ、赤いやつは落ちた、え、急に来た、急にです、ノーマルリーチの途中でしたね。わー来た、ルーク、あー、ルークスカウォーカーですね、星4つ半、ほら、ルークスカウォーカー熱いですから、的にルークスカイウォーカー、名前めっちゃかっこいいっすね、スカイウォーカー、ルークスカイウォーカー、これがあのスターウォーズの、最初のシリーズですね、の主人公、といった形になりますね。スカイウォーカーっていいっすね。かっこいい、松原スカイウォーカー、向山ベイター。そのうちまたあれじゃないですか、あのフォースの力で切り合いやるんじゃないですか、2人で。いや、ほんまにね。さあ、どうでしょうね。さあ、どうだ、当たるパターンやね。デカプッシュ欲しいですね。ウィンガーディアン、レビオーサ、あらー、やばい、久しぶりにレビオーサ外した、レビオーサー落ちてこないか、ちょっと魔力が足りなかったか。やっぱり来ましたね。いや、そうそうね、レビオーサは外さない。レビオーサ外さない、レビオーサは外れないんで、さすが、おめでとうございます。これが復活ですね、復活パターンですね、はい、あ、これ、え、今7ゾロですか、7ゾロです、おめでとうございます、これベーダーラッシュ確定です、確定、はい、おあの、いきなり時短が確定します、この場合はスペシャルフィーバー、え、さっきも時短ついてましたけど、さっきの、いや、ベーダーラッシュの方だけど、さっきは、次回までの時短なんです、はいはいはい、で、あ、さっきのは100回までの時短です、これは次回までずっと大当たりするまで必ず続きます、なるほど、はい、
7体直撃かっていうことで、そうですね、7体は直撃になります。16ラウンド確定ですね。多分復活あたりは7確定なんかな。いやー、それもちょっとわからないですけどね。あの北斗の拳とかそうでしたからね。復活だとそうですね、7体確定なんでね。だけどさ、松原スカイレビオーサーってね、コメントに、ね、楽しいところやっときたってね、コメントに来ますね。まっちゃんおめーっていうね、ありがとうございます。ひさこおめでとうっていう。いや、ひさこ関係ないですよ。ひさこ関係ないね。タケコプターおめーって言ったらね、さっきの役物回ってましたけどもね、この有名な曲流れますけれども、これね、16ラウンド、だいたいへそのあたりでの30数パーセントですね、はいはいはい、形になりますね。だから意外とあの16ラウンドは初当たりで当たります。そうですね、はい、3回に1回、はい、当たりますね。あ、レビオサ外れたと思ったら当たった、まあ、そうなんですよってね、コメントきましたね。レビオサは今日も調子がいいですね。今日も調子が良かったですね、はい。あ、ルークの親父がダース・ベイダーとか泣けるよなっていうコメント来てますけどもね、実際そうなんですよね。あ、そうですね。あれ親子なんですか。親子なんですよ。あ、そうなんですね。で、その世代の世代が前になった話が新しいあのスター・ウォーズなんですよね。あのエピソード1から形で全部であの9章あるらしいです。へー。で、あの最初のシリーズは4、5、6をやって、次に1、2、3をやったという、はいはいはい、パターンなんですよね。あ、まあ、16ラウンドで乱発出るのというコメントなんですが、出玉的にはおよそ1400発ぐらいですかね。実質出玉で1400発ぐらい出るかと思います。そうですね、多分それぐらいなのかな、はい。確認中も当たり中も消化早いなということで、なかなかね、アタッカーの方が逃れ、はい、あの球の流れがそう逃しづらいというか、そういう構造になってますからね、はい。あ、やっぱ 目が細い人に悪い人はいないねっていうね、コメントですよね。まっちゃんの彼女は見てるのって、この放送見てるのってコメントします。いや、放送はどうですかね、見てないと思います。あの、そういう話は全然してない形なんですかね、はいはい。お、あ、これ覚醒ゾーンでリーチかかると激アツです、はい。あ、いきなり2回転、はい、わずか2回転激アツです。これ2回転ってことは保留あたりやん。保留あたりですよ。あれ、これへそか。あ、へその消化かな。へそだったらちょっとまずいっすよ。え、まずい。一応出玉足大当たりがあるんで、ただ、まあ、あの覚醒ゾーン行ってるんで、ほぼ勝ちは行くであろうっていうところなんですね。あ、でも星2やけど、やばい。あ、星2だったらいいです。あ、これ星5だ、あの星1だと非常にやばい形ですね。ああ、そうなんですか、はい。え、星2はいいの。星2、え、ほんまですかそれ。星2はダメでしょ。いや、星2、あの星5だったらいいのかな。これ逆だったかな。あ、でも勝った。あ、これ勝ちますでしょ。あ、勝ちます。びっくりした。あの覚醒ゾーンに行ってる場合は、はい、確定とは言いづらいけど、ほぼほぼ出玉あり大当たりが確定するパターンだと思います。はい、転落ないですよね。そうですね。ああ、 JP さん今日タオルはということでね、ちょっとタオルちょっと忘れてます。はい、となるとムック店長ヤニタイムかってね。そして JP が打って MC 不在のパターンっていうコメント言ってますけど不在にはならないと思いますけどもね。はい、転落はないって言って、ね。ああ、これなんだっけ、 C3PO。 ああ、これウェスカーがこのコスプレしてました。そうそうそう、はい、ウェスカーがよく昔やってた。あ、そうなんですか。これコスプレよくやってます。なるほどね。掃除機をね、はい、R2D2 に見立ててるんだよね。掃除機引っ張って、あの後ろからこう引っ張って、そうそうそう確かにあの R2D2 みたいなあの掃除機ありますよね。そうそうそう、あるんですよ。なるほどなるほど。あ、頭のツルツル感がウエスカーに似てるなって思ってきますけどね全身タイツ着てね。そうそうです。金色のやつわざわざ買ってましたからね。あ、そうなんだ、すごいな、はい、金色の全身タイツを。あの辺を全力でやるのはさすがウエスカーだなって思いますけどね。その辺は妥協ないんだよね、あの方は。あ、5、6年前にあったスターウォーズ、フィーバースターウォーズですね、には結構救われたなっていうコメントも来てますけど、前にもあったんですが、その時はまあいろいろとあの演出上で規制が強かったらしくてですね、はいはい、アニメ系リーチとかであのデススターっていうあの人工惑星があるんですけど、はいはいはい、それをボーリングに見立ててボーリングをするみたいなリーチもあったりして、結構あの原作ファンから批判を受けたりしてたんですよね、はい。ちょっと、これね、今改めて見たんですけど、はい、消化スピードやばいですね。そう、これえげつないです。これ、あの 0.1 秒とかそんなレベルなんで、今始めたばっかなのにもう40回転になってる。もう40回転してますから、ね、これすごいっすね、はい。これ右打ちの電波パワーってえげつないです
まっちゃんウエスカーって呼び捨て偉くなったもんだなって、ね、あすいませんいやでもウエスカーのことはウエスカーって呼びますウエスカーだね、はいはい、あ掃除機がうまいなっていうコメントきますけどね、はい、バカじゃないのかっていうコメントきますけどねまっちゃんの彼女誰に似てるってコメントきますけど誰と誰って言われてもパッと出てこないですけどあらでも可愛い系でしょまあそうですね綺麗系ですか可愛い系ですかおおお当たりましたねお見事何急にあなんか発展したあそっちはあの普通あの後半発展ですねはいおまっちゃんの接客はすごい親切だよというねコメントああほんまですかありがとうございます、ねまあ、接客に関してはかなりこだわってるんではいぜひぜひね皆さんもまっちゃん会いに来てください、はい、よろしくお願いします綺麗やね本当にあの映像綺麗ですね画面がすごい、ね画面めちゃくちゃ綺麗です奥行きっていうか 3D に見せて、はい、なんかこう本当に酔いそうなっていうかねあウエスカーウエスカーがあれウエスカーウエスカーかのあのなんていうんですか動きまで真似してましたからねこう C3D をね、はい、当たり早いっていうことでねいやほんまにねいや消化スピードにちょっと驚きましたねこれすごいわ店長彼女作らないのってコメント来てますけどどうなんですかその辺は彼女は彼女はい欲しいですよ欲しいですかもういつでも募集中なんですよねそうなんです私 ね実は店長いらないんじゃないかって思ってるんですよあれどうなぜおーっとおーた当たったえいきなりいやおーこれ当たったのかすごいなおー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 当たったよ見事店長当たりました復活からか7やねやっぱりあ7ですねあー復活やったさあお互いに入りましたよおーっと覚醒ゾーン来たお互いにレーダーラッシュです覚醒ゾーン来たいやめっちゃ速い何これもう完全に予想見してたってみんな言ってますあ覚醒ゾーン抜けることもありますけどこの間にリーチかかれば負けないですああなるほど、はい、負けはないと負けはないという形になりますムック店長おめえってねいきますえ見てなかったらやり直しってみんな言ってますけどねみんなもちょっと期待してなかったかもしれませんけどもね僕もよそ見してたんでそうですねあのマッチョ主任の方の当たりの方完全に見てましたから ね, 今ねああ抜けちゃいましたねああ覚醒ゾーンですかね、はい、あの覚醒ゾーンは演出上起きることもあるんですけどもねなるほど、はい、いやでも本当に本当この時短やばいですよめちゃめちゃ早いっすねそうですカウントを見たら仰天します僕は、ね、もう67とかですもんねあの上のカウンターちょっと見れるかな、これだって追いついてないっすもんねそうなんですあのカウンターのセグの部分が追いつかないんですこれ、はい、途中で変わるの分かりますそうそうそう80、81、82、83ってね今めちゃめちゃ早い赤くそこに来ましたねさあどうだあダメだヨーダやヨーダヨーダ来ましたヨーダはちなみにあの敵キャラとしてあの最強キャラクターになりますねあそうなんですか、はいあすね、あの出てきた時点であの北斗でいうところの龍拳龍拳、はい、うわそれはやばい龍拳クラスのやばさですそれはやばい。いや見てなかったや巻き戻してってね店長のあたり巻き戻してってコメント来てますけどね。はい。よし覚醒ゾーン来た。1分間に55回転やったっけってねコメント来ますけども。あそうなんや、はい。そのぐらいの確率で回りますね。すごいなこれ。龍拳より可愛いけどねってコメント来てますけどね確かに可愛いですけどね。あ早いから1000回転もザラっていうねコメント来てますけど。さあ覚醒ゾーンどうかな。確定なんでね、あの緑ホルユー以上が来たらもうそうして激アツになりますねなるほど、はい、あそういうことかさっきコメントで流れてた1000回転っていうのもそうですああなるほどだから確変がないからなおさらなんですよねなるほどなるほど、はい、しかもこれがもう一つのスペックの 199.1 分の1だと、はいはいはい、結構なハマり見せますへえ、はい、私も最初に当たった時がそうね199分の1の時短を延々やってるんやもんねそういうことですねだから結構当たらないもんなんですよああそういうことですね、はいああ今来ましたまっちゃんメリクリオーサーってねああねメリクリオーサーヨーダは800歳だっけってそう確か設定でそのぐらいだったような気がしますけどもね、今来た皆さんお晩ですね、裏でマイマイがトナカイの着ぐるみ着てたというねこの時期はねあの野郎あの野郎いろいろやってんなマイマイはほんまコスプレ好きですよねまあいろいろやってますねこの前も女教師やってたらしいですからねあそうなんですか、はい
真ん中のはジャバザハットって、僕のことはあのジャバザハットじゃないですからね、はい、今来た松浦さんはって本日お休みです、はい、ショック早いですね、ちょっと本当ショック早いですね、めっちゃ早い、もう200回転です、200回転です、はい、やばい。なぜ過去編用の分母にしなかったのですかというコメントも来ていますが、おそらくまあ短期出玉とかその辺にかかるペースだったと思いますね、はいはいはい、ちなみにあの右の方 の, ほあの電柱の方は確か1個返しだったかなっていう形になりますので、あの広いはめちゃくちゃいいです、はいはいはい、それと同時にあの召喚もめちゃくちゃ早いんで、龍拳とヨーダはハゲつながりというコメントしますけど、店長はミストサウナしてくるんちゃうのって、ね、コメントしますけど、今ねちょっと携帯の方移動、あのデータの移動っていうのがありましたんで、あどうかな店長、負けた負けた、あタバコ行こう、まだありますよ、タバコ行こう、赤赤めた、あ立たない、立たないか、なんなのよこれで終わりなんですか。そうなんですよ、これ実はあの 73% ですかね、といった形 で,、ですので残りの、え、あ何これ、お、ちなみにあのあ77% ですね、 23% が出玉なしの大当たりなんです、はい、だから時間が一切つきません、なるほど、負けたら終わりですね、負けたら終わりで通常に戻っちゃうっていう形になりますので、はいはいはい、そう店長即転落ということでね、はい、ちょっと即転落っていう形になっちゃいましたけど、これはまあ普通にありえます、はい、まあいいです、よし、あ押しましたね、マッチャン氏に見事当たりました。ヨーダ以外で負けるとか珍しいなっていうコメント来てますけど、負けるとき結構負けますね、はい、あじゃあこのルークは激アツキャラなんですね。そうです、めちゃくちゃ激アツキャラになります、なるほど、いやマッチャン氏好調ですね、はい、260、270、やっぱり、ね、149分の1でもこれぐらいはハマるといった形ですね、はい、ディズニーランド行きたくなる店長、ムック店長一緒に行こうっていうコメントしますよ、いいよディズニーわざわざ千葉県の方まで、うん、いいよ、あ、転廃したら何らかの当たり確定っていうコメント来てますけれども、あそうかもしれないですね、パターンもあるのかな、ちょっとそれ見たことないんですけどもね、おそらくはそういう形になると思うんです、まあ、バトルスペックと思っていただいて、外れた時の時短が全くないバトルスペックと思っていただければと思いますね、あただし振り分けが恵まれないなということでね、振り分けちょっと恵まれないと出玉なかなか出ない形にはなっちゃいますけどね、そうですね、ちょっと4ラウンドに偏っちゃうときついな、ちょっと厳しいですね、はい、でこれベーダーラッシュは、はいはい、どうやったら終わるんやっけ、だからそのバトルで大当たりをまず引いて、はい、その中の 22.3% ですね、はいはいはい、はい、を引け、あの時短、いわゆる大当たり時短なし、はい、で2ラウンド出玉なしっていうのを引いちゃうと、はいはいはい、ダメ終わると、はい、なるほど、で残りの振り分けがおそらくほぼ半々ですね、はい、半々で4ラウンドと、16ラウンド OK です、いう形になります、把握しました、はい、いや把握しとけよって話ですよ打つ前にあムッコ店長って3日休み取れる日あるってコメント来ますけど、マジに誘われてますねこれはね、なんですか、あの3日間休み取れる日あるってコメント来ますよ、ね、123、あ3日間、はい、3日間は休めないです、うん、ディズニーランド行きたくなるっていうね先ほどコメントいただいた方、夜行バスで行って夕方の新幹線で帰ります完全に特攻じゃないですかそれ、きついやつや、弾丸で行きます、そう弾丸ツアーってやつ、ね、弾丸ツアーで行きます、あ、ムック店長、そうそう、ヤニッコじゃないっていうね、コメントあ。ありがとうございます。はい、そうなんですよ。店長、いつも通りあの時計のアラートを鳴らしているかと思いますけどね。はい、まさかね、時計ばっかり見てます。この台楽しいっていうコメントしますけど、ムック店長、どうですか、ちょっと終わったら脱ぎちゃいましたけど。いや、だけどね、なんかわちゃわちゃしてて、はい、まあ、あの、面白いですね。確率の方も 149.5 分の1ってこともあって、当たりやすいですからね。そうですね、ポン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 当たってくれるのもありますし、非常に楽しみやすいかなと思いますけど、マッチャン氏にどうですか、今大当たりずっと続いてますけど、新鮮です、あいろいろと、いろいろとスペックの面でも、スペックもそうやし、演出、うん、あとは画面、あ画面ですね、あとこの役物っていうんですか ね、この振り分け、なかなか面白いのはちょっと今ムック店長 の, あの上部の方見せてるんですが、このスターウォーズって書かれてあるところもですね、ここの部分ですね、はい、この部分に球を入れて、そこからの振り分けになるんですよね、そうなんですよ、で左右に振り分けられて、
あの真ん中の役者から入賞するという、はい、非常に珍しいパターンの、ゲージ構成になってますんでね。はい、まっちゃん今何発出てるってコメント来ますけど、今どうですかね、ポイント見えますか、見えない、あ、これ大当たりかしたら、大当たりするか、もしくはあれですね、時短抜けちゃったら多分、はい、何発か出てくると思いますので、またそれ言っていただければ。なんやなんや、さあどうですか、ようだか、ようだか、誰来ますか、ようだか、大丈夫ですか、ようだ来たままですよ、あ、弱そう、弱そう、ダンスベイダーはね、熱いっす、おー、あ、ダースモール熱いです。一番熱いんじゃん。これね、ほぼ確定です。確定。はい、だから星が少ない方がいいや。星が少ない方がいいです。俺さっき星2個で負けたじゃん。あ、だから店長のやつはあれで負けるのすごい珍しいって言ってましたよ、逆にプレミア見たってことね。だいぶプレミアっていう形になりますね。なるほど。逆プレミアってやつですかね。うん、プレミアっていうことね、あれが。なんか枠が。これは勝ちます。はい。これは勝ちますね。お見事、すげー強いっすね、まっちゃん主任、いいっすね、いい感じです。これ星5個がヨーダっていう形になりますんでね。なるほど、ヨーダみたいな、ヨーダみたいっすね、あ、逆か、星多い方がいいのか、え、でも今の星少なかったっすよ、いや、星多い方がいいっていうコメント来てますよ、ね、いやいや、やっぱりそうなんや、え、でも今のは星1個とかでずっと買ってるけどね、抹茶抹茶の瞬間普通に買ってますけどね、星1、2で、いや普通に考えると星多い方がごめん、僕勘違いしたね、完全にね、え、でも今のほぼ確定キャラですよね、ほぼ確定キャラで、いや違うやろ、違う違う、僕は勘違いしたかもしれない、それは、あ、じゃあ今の強キャラ、そう、強キャラだから俺ら余裕やと思って見ながらやっとったから、あー、いや今の危なかった、めちゃくちゃ危なかったや、あ、今の危なかったんや、あ、爆発する時のヨーダとモールが星1で、ヨーダは勝てば16ラウンドってコメントしてますね、この役もの値が回るってね、これ言ってます、爆発する時のパターンやね、はいはいはい、ダジーの罠って申し訳ない、もう完全に間違った俺が言い方ね、そうですね、爆発するときは弱いとこからそうですね、勝ったりしますからね、そうそうそう、そういうときはね、やっぱ連チャン続くときのパターン、なんかヨーダに勝ったら16ラウンド確定なんですね、へー、あ、ヨーダとモールの壁は相当熱いっていうね、この時も、あ、じゃあ今モールに勝ったの相当レアなんや、相当熱いんでしょうね、うわ、なに、いきなり、マジか、これ覚醒ゾーンでしょ、先ほどのやつ、ええー、流れになってる、はい、10回転早いな、いや、今あれでしょ、押せのボタンが多分レインボー、あ、ほんまですか、よく見てなかった、はい、多分それで当たりましたね、うわ、今石が飛んできたかと思ったちょっと思わずこう避けそうになったすごいな 3D、 いやーすごい、いや画面がすごいね、本当に、いや画面すごいですね、力が限界になった、行かれるんすね、今宵も今宵もやってくる竹内まりやですね、竹内まりやがいらっしゃいましたね、はい、何ですか、ケンタッキーフライドチキンかなんかの、はい、CM でね、ありましたけどね、まっちゃんいっぱい当たってる、どうしたっていうね、いや、ほんま調子いいっすね、やりたいんですね、いろいろ時代が変わるね、昔はショリプだったのにねって、そうですね、まっちゃん見せるねっていうね、コメントで、ね、いや、ありがとうございます、はい、やりがたいムード、ちなみに松原氏判断、手入れ神経はこの台はやりにくそうですねって言ってますよ、手入れは非常に慣れない方はね、この台はきついかなと、中で役物が回ってるんで、もう直接へそに入れるしかないですね、そうなんですよね、目にすごい悪そうな台だなこれって、ね、まあ確かにちょっとね、目の刺激がかなり強いですね、眩しい形になりますね、じゃあ松原氏の位置画面ちょっとしますね、はい、これ見えますか、皆さん大丈夫です、あ、違う違う、こっちは、あ、さあ、皆さん見えますかね、このくらいでいいかな、見えますか、はい、あ、じゃあ JP さん店長の会に打とうってコメントできるんですけど、僕打つとコメント全く拾えなくなるはい、そればっかりちょっと3名でいただくというかね、まっちゃんケンタッキーおごってっていうコメント来てます、ケンタッキーおごって、いやでも今ケンタッキーすごい忙しいでしょ、
ねえ、ほんまにね、時期ですから、あの予約しないと多分買えないんじゃないですかね。そんなレベルでしょう。あのピザ屋さんとかも配達が間に合わないらしくて。そうなんや。だから急遽ね、あのああいう日だけはあの人員増員して対応するらしいですけどね。アナキンスカイウォーカーのグロ側カットかっていうねコメント来てますけど、アナキンスカイウォーカーってなんすか。あれ親父になるのかな、アナキンスカイウォーカー、ルークスカイウォーカーだからダースベイダーになる前の形ですかね。ちょっとよくわかんない。ダースベイダーとアナキンスカイウォーカーは同一人物なんすか。そのなんですかね、ダースベイダーっていうのはそのルークスカイウォーカーの親父がそのアナキンスカイウォーカーがその落ちたっていうか、その闇の側に落ちたっていう形なんですね。あ、はい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 、はい。あ、じゃあ同一人物なんですね。そういう形なんですよね。結局倒してみて分かっちゃうってことですよね。おお、去年賢者のケンタッキー2時間待ちとかなってたっていうね。すごいっすねそれ、なかなかね厳しい、厳しいというか、あの買おうと思ったらだいぶ並ばないといけない形になるんでしょうけどね。さあリーチ、さあ、ね、40回転早いっすね。あ、これはもしかしてさっきと同じかな、感じかな、もなんやっけ、モールでしたっけ、なんやっけ、ダースモールね、先ほどダースモール、うん、お、あ、なにこれ、あー、シースプレー、あ、この時点であの確定です。確定、これ確定、え、これ確定です、ごめんなさい、先ほどあの確定言いましたけど、あのこっち確定です、あの星5なんで。かわいいな。あー、やられちゃった。いや、そりゃやられますわ。そりゃやられますわ。おお、これ確定ですね、これ見事です。はい、いや、R2D2 かわいいな。プチュンってやられましたからね。あーあーあーあああ、かわいそうに。ここでウェスカーがって言ったらあかんのでしょうね。ウェスカーがバラバラになった。はい、16ラウンドです。おめでとうございます。おめでとうございます。やったー。え、プレミアではない。プレミアと言ってもいいと思います。あ、そうなんですね。はい、シース BPO たちも16ラウンドやったかなというコメントも来ますけどね。どうなんでしょう。あ、ウェスカー登場ってね、言われてますけどね。あの最後バラバラにされちゃいましたけどね。はい、サイト店の近くのケンタッキーは食べ放題だからクリスマスはかなり忙しいだろうねっていうねコメント来ますけど、ね、食べ放題なんてあるんですか。あ、今なんかあれでしょ、時間制限ありで食べ放題あるらしいです、ね、なんかバイキングみたいですね。うん、ああ、C3PO はダースモールが作ったのにねっていうねコメント来ますね。あ、そうなんや。うん、なかなかやっぱり詳しい方いらっしゃいますけどもね。ウェスカーがーってねコメント来てますけどもね。はい、今度スターウォーズ見てみようかな映画で。あの、スターウォーズ見たことないのかってコメント来ますけど、あ、そうなんですよ。あの、DVD とか多分今あると思うんで、はい、あの結構お安くっていうか、まあレンタルとかでも借りれると思うんでね、はいはいはい、一度見られることをお勧めします。ちょっと見てみようかな。あの当時としては CG の技術、まあ、今と比較しちゃうと、はいはい、だいぶあのしょぼく映っちゃうかもしれないですけども、はい、超大作、 SF 大作だったんでね、大ヒット作品ではありますよね。これ16ラウンドに世界観崩壊のムムちゃんとか出ないのってコメント来てますけど、多分それあんまないとは思うんですけどもね。あの、その辺はだいぶうるさい判決だと思いますんで、ただ分かんないな、三強さんだからちょっとよく分かりません、ごめんなさい。すさまじく早いけど、これ何年目ということなんですか。これ今41回転、何年目やろうな。7年目ぐらいですかね。いや、サンフィーバー 3連ですね。あ、3連か、はい、あ、なるほどなるほど。あ、エピソード1から見ればいいと思うってね、あのいわゆるその時間軸に沿った形で見た方が面白いっていう方もいらっしゃいますね。ああ、なるほど。なんか見方がいろいろあるんですね。そうですね。あの本来あの出た順番としてはエピソード4、5、6から1、2、3なんですけどね。へえ。あ、ミノーのケンタッキーが食べ放題やってた気がするってコメントですね。来年はスターウォーズの新作が出ますよ。あ、先ほどコメント流れてきてましたね。来年の1月だったかな。なんかあの公開予定みたいですよなんてコメント。あ、そうなんや。うん、流れてますけどね。さあ、どこまで画像悪いよねってね、視聴者に大事なコメント無視だなってコメント来てますけどね。ダディってチューバッカーに似てるよね。チューバッカーはかなり好きってこと。チューバッカー似てますかね。ああ、そこまで煙くじゃないんですけど、あ、いきなり緑で、覚醒ゾーンで緑掘り。あ、スルーした。あー、痛かった。マジか。厳しいですね。いや、今のはちょっと痛いな。ところで今何年と、これで4年目、5年目ですかね。5年目挑戦中って形になりますかね。
3D は見づらくなるんだよ ね, ってね、これ早すぎるってねコメント来ますけど、もう今44回転ですからね。そうですね、めちゃくちゃ早い、めっちゃ早いっす。画像のあれに関してはそこまで悪いかな、ブロックノイズはちょっと出てるかもしれませんけどもね、はい。さあどうかな、再び覚醒ゾーンずっと行ってますけどね、なかなかこの場合リーチ行かないんですよね。そうなんですよ、うん、一応リーチ行ったらバトルで何かしらの、そうですね、特に覚醒ゾーンの場合は負けないよっていうところなんですね、はいはいはい、はい、あ、今度は選ぶパターン、あーやばい、あ、星1来ちゃいましたね、言ってたらね、デスモール来たー、ダースモール来た、星1個どうだ。いやこれやばいって分かってからやると結構負けるんすよ。パッ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 パなんか来ましたね、なんか聞こえてきましたよ、パッパッパッパ、これピンチで、ね、確定抜け子のテンパに見えたけどってことで、おおおーおー強い、マッチャンシュに強い、勝つよ。ダン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 ダダンダンダダン、おかえりなさい、ダン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 ダダンダダダンって、まっちゃんの結婚式この音楽にしよう。いや嫌です、それあかんでしょ、絶対嫌です。どんな音楽なんですか。いいや、最近いろんなね、工夫凝らした結婚式多いらしいですけどね。さあ、いやダースモールも敵じゃないですね。いやすごいですね、強いとお強いとかね、勝ったって私の前ではダースモールなど敵ではない。ただいま帰りやっしゃー、おかえりってね、このなんか歌ってる、笑わない、宇宙戦争を止めるのはまっちゃんだったかっていうね、こういや、ほんまにそういうことですよ。まっちゃんちゃうよ、店長の愛です。え、愛です、愛愛が止める、うん、店長の愛が止めます。なるほど、あ、口ずさめたくなるのは分かるけどさってね、コメントして、店長お帰りなさいってね、コメント来てますよね。ただいま帰りやした、はい、はい、店長ちょっと頭映ってます、あ、ちょっと待ってね、映してます。ちょっとずらしますかね、このぐらいですかね、うん、さあ、もう飽きたな。早くも飽きが来ている思いですね。ああ、連チャンするとプライベート出ないよね、JP さんってことね。そうですね、僕は連チャンする、放送上で連チャンすると全然出なくなっちゃうんでね、プライベートで。余興は向山ベーダーですね、ってね、コメントしてますけど。ダースベーダーの仮面かぶりますか、店長。いやいや、僕はあれ一回やってみたいんですよ、余興で。はいはいはい。何やったら騎士団のやつ。ああ。うちわだけで、はいはいはい、全裸でやるやつ。大事な部分だけうちらで隠すやつですね。そうそう、あれめっちゃやってみたい。あれめっちゃ楽しそうじゃない、余興でやったら。まあまあまあ、まあ、見えるか見えないかのところでね。そうそうそう、あれやってみたいわ。僕なんか見えたら恥ずかしいからちょっとね。え、ほんまに全裸でやるんですか。そう、あれほんまに全裸でやる。ほんまに裸の体質とかじゃなくて、うん、普通に全裸でやりたい。全裸で、だいぶとチャレンジャーですね、それね。店長ミスチル好きっていうコメント来ますけど、ミスチルはね、うん、抱きしめたい、ね、お、何でしたっけそれ、溢れるほどの題名忘れた、抱きしめたい、はい、いや違います、絶対違う。違うかったあ、ムック店長お帰りってねコメント来ますね、この場合じわじわ来るんだよなってね、釘関係なく運次第で1030、だいたい 1K で30とかもあるよねってコメント来ますけど、真ん中にね入賞さえしてしまえば2分の1だったかな、でへそ入賞必ずしますんでね、そうですね、はい、その辺は振り分け次第かなっていうところはありますけどもね、それはあかんやん、ね、ベタやなっていうコメント来ますけど、でよ、ベタちゃうよ。ね、年いってくると、うん、だけどベタなもんほど面白になるんですよ、はい、なるほど、あ、うん、すごいわかりますね、そうなんですよ、はい、なんかみんながねあんま笑ってないところが自分が楽しいっていう、分からへん、まっちゃん、まだまだ分かんないですね、まだこの境地に達してない。すいません。そう、みんなあんま笑ってないんやけど自分一人楽しむっていうのが楽しくなってくるんだんだん、なるほどね、自分一人で笑ってても全然楽しくなってくる、そうなんですね、年いくと分かります、誰が出てくるんだい、さあどうだ、リーチかかりましたね、マッチョシーンね、さあ誰、さあどっち、
どっちが来るんだい。あ、これはオビワンですか。オビワン星2つ、ね、星2つ強いってことですね。強いよ、オビワンは。オビワンは強いですね。真ん中はね、2分の1じゃないですね。クルンはね、7分の4でしたっけ。8分の3か。8分の3ぐらいですね。ごめんなさい。いやまずい、まずいよ。わかるかもってね。あ、曲名抱きしめたり合ってるよっていうね、コメント。おらおらおら。あ、そうなんすか。おら、言ったやん。強いよ。お強い。えらい強いな。いやー、読み知識なしで打つとここまで当たるもんですかね。いや、めっちゃ強い。このダースベイダー、めちゃくちゃ強いですね。このダースベイダーめっちゃ強い。これは宇宙を手に入れることができますね、間違いなくね。水曜ってね、コメント来てますけど、でも赤いよってね。大阪の人ってベタなの好きだよねってコメント来てます。いや、大阪の人、そうですね、好きなんですけど、うん、まあ、さらに輪をかけてね、年齢が一緒っていうところもあると思うんですけど、やっぱりね、大阪の人はオチがないと話に。そうですね、ほんますぐね、オチを作りたがるんではいはい、はい、それはありますね。自分をディスってでもオチにしたがるんですよ。なんやったらちょっともう作り話してでもオチつけますからね。そう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 、じゃないとね、話が終わらない、ね。はい、え、だからってなる。そうそうそう、あの、自らの聞きますもんね。え、オチはっていう、 ね、聞かれたりしますからね。普通の話されると、え、だから。おー、16ラウンド、16ラウンド、昇格、昇格ですね。昇格や、やったー、おめでとうございます。すごいね、強い強い、まっちゃん主任。もう次から次へと、ほんまに大当たりの山でございますね。純粋77パーループってこんなに続くのかってね、言ってますけど、明日の朝まで当たってんちゃう。そこまでずっと、うん、俺帰るけど。帰るんや。帰る。 ST 中の対戦で星多い方がチャンスなんてことで、先ほどね、ちょっと私間違えましたけど、星が多い方がチャンスです。はい、星5個が最高です ね。16ラウンド引けないねってコメント来た瞬間に16ラウンド引いてましたから ね。まあ2分の1なんでね。はい、継続何パーセントなのこれってことなんですけど、 77% だったかな、そのぐらいだと思います。そうですね、はい、それぐらいです。はい、今日1日打ったけど転落は必ずヨーダだったなっていう。ああ、ね、やっぱ強いんや、ヨーダ、やっぱりヨーダ強いみたいですね。149の方の16ラウンド振り分け見たけど、サポチの出玉あたりの半分は16なんだかなっていうね、コメントしますけど。そうですね、ちょっと今4に偏ってるんで。そうですね、若干4に偏り気味という形ですかね。これが、まあ、これが16に偏ると逆にすごくなってるんですよね、パターンですけどもね。16ラウンドは2000パーツですか、これはおよそ1400パーツぐらいです。はい、何でもかんでも面白い話しなきゃいけないみたいで、空気でなんか嫌だわっていうコメントも来てますけどね。いや、だけどね、はい、それがいいんですよ。そのね、そういうのを好きなだけなので、うんうん、そうですね、その何でもかんでも面白い話しなくていいんで、うん、そこに対してまた突っ込むのが好きなだけで、あ、なるほどね、落ちのない話にもそこで突っ込みを入れるという。そう、なるほど、ね、周りが面白くしてくれるっていうのね。 そうですね、その辺があの大阪のね、人 の、 あの優しさ的な部分でもあるかもしれない、ね、そう、何でもあの拾っていくんですよ、大阪は。貪欲に、はい、うん。あ、てか店長何気に今あれですか、データオンゾーン行きましたか。もうこれ外したら僕やめるから。今日今日シダ終了、シダ終了、早くも。あ、やっぱりこの役物の目が回るってね、ぐるぐる回ってますけどもね。月曜に初打ちしたけど4連して4ラウンド16、4ラウンド4ラウンドだったわってね、コメントしてますね。ちょっと偏ったと。あ、リーチかかりましたね、どうかな。赤ミッション3、あ、まあ、こっからの発展ですね、こっからの発展でしょう。これでさっきリーチ中にもボーンって落ちてきて、落ちましたからね。あった、ルークだらけ。ああ、一番右下行って、あ、じゃあルークじゃん、アナキン、アナキン、え、ダース・ベイダーとアナキンって同一人物なんじゃないんですか。あ、ちょっと待ってくださいよ、違うんかな。違う、違うんすか。あの、ありえない対戦もあるっていう表記はされてますんで。あ、そうなん、はい。でもこれ星一つやったんで、ちょっとやばいんかな、やばいのかな。あと同一人物だねってね、そう、あ、自分との戦いっていう形になってますんで。あ、今コメントしてます。あ、負けた、あー、負けた、
頑張れ頑張れ、赤まで行ったけど立たない。アナキンメ、昔の自分との戦いっていうね。アナキンメ、アナキンの野郎、7284、アナのキンメ。おおマジでかっけー、強い、マジでアナの金に勝ったんだ。アナの金に勝ちました。アナの金に。あー店長ー、若き日の時代の騎士、つまり自分のことですね。しかも16じゃないですか、おめでとうございます。いやすごいな、頑張って、すげー復活をね、復活あんなのかって、ね、なんか押し出してましたよアナの金目、アナの金がそんな復活ありかよっていうねコメント来てますね。復活びっくりした今。いやー見事ですね、まっちゃん主任、すごいわ、続く、もう10連目ですよ、10連目、8000発やね、8000発超えてきたね。アナキン、寄り切りって書いてますけどね、寄り切り、押し出したね、今アナの金ね、アナの金めっちゃ気に入ってるじゃないですかなんでそれ気に入ったんですか、さっきから10回ぐらい言ってますけどねいや、なんか、発音がいいよアナの金ね、みたいなあ、復活おめえってことね、はい、いや、やりました。あ、10連まで1時間経ってねえぞってね、あめっちゃ早いですね、初当たりから10連まではよ。いや、しかもね、16ラウンドにまた寄り出したんでね。あー、そうですね、いい感じですね、はい、まっちゃん強えってね。16ラウンドが2分の1やんね。2分の1です。そう、2分の1、うん、あの出玉ありのうちの2分の1ですんでね。そうですね、はい、そうですね。まあ、金の穴倒したらそうなるわねあえてなんで逆にするんですかそこで。なんすかね。なんで逆にするの。ちょっと卑猥になるのはなんでなんですかね。金の穴。金の穴。言いたかっただけ。今店長どんな顔してるかってめっちゃ気に入った顔してます。言いたかっただけ。あまちゃん強えってね。ありがとうございます。いやここ最近に言うところの何ですか、バジリスクで見せたような引きみたいな感じになってますね。いやほんまにね、いや最近の放送僕引きよくないですか。いやだいぶ良くなってきますよ。戻ってきてますよね。ねえ、だいぶと強いまっちゃんが戻ってきた感じですね。一時はもうねカスみたいな引きやったんですけど何を打っても当たらないみたいな感じだったんですけどね。最近引きいいっすね。店長聞くことこっち聞いてってねコメント来てますね。はい、あ今こう書いておきますね。あ今日はね今じゃ映ってますね。下ネタが店長ってね言われてますけど言ってないよ。アナの金、アナの金かもしくは金の穴ですよね、うんうん、金の穴意味変わってきますからね金の穴キココってねこれ言ってますけどね、キココ パパ最低よってねこれ言ってますけど言ってないよ言ってない。そう取ったのはあなたたちで、あなるほどね、あ我々の取り方しないよ、そう、ね、私はそういうつもりでは言ってない、下ネタというつもりじゃなかったんですね。金の穴言うただけでまた言いたがってるじゃないですか、また癒されるわーってね、帰国が出てきましたけどね。まっちゃん、フォース使いかーって言われてますけどね。え、なんすか、フォースっていう、さっきのライトセーバーであったりとか、ライトセーバー使うにはフォースがいるんや、はい、口に秘めたる力ですよね。うん、力、フォースっていう力がいる。いわゆる、ね、念力って言ったらあれですけどね。あー、なるほど、ね、はい。ああそうね、癒されるわ、ここ今日も可愛いなってね、今ちょうど店長の下のところで鎮座してますけどね、息子がね、はい。あ、来ましたか、また、あ、ま、あ今、覚醒度抜けたんですね、先ほどね、はい、抜けました、はい、大東の景品にキココあるんってコメント来ますけど、景品じゃないですからね、ナイスナイス、はい、売り物じゃないです、売り物ではないです、店長の大事な一人娘ですからね、はい、そうです、ね、はい、事務所にいますいつも事務所、この前はカウンターでなんか接客してたという話ですよね。あ、そうなんですよ、だけど基本的には事務所に事務所にいると、ね、はい、あ、なるほどなるほど、出してほしかったらまた店長呼んでいただければ、そうです、ね、一緒に出てくると、一緒に写真はぐらいはいいですよ、撮るといった形ですね、はい、さすがマスコットキャラクターですね。ひろたが 下ネタはやめなさい、ひさこっていう、ね、コメント聞きますよ。おかんコメントするのやめてもらっていいですかひさこ、ひろたかは、じゃあひろたかは下ネタしか言いませんよ。やめてくださいまた YouTube で見られるんですからこれも。いやほんまですよあ
でも本当にあの消化が早すぎて保留がたまらないんですよねこれね。びっくりするぐらいあの右下の保留見ていただくと分かると思うんですけど。そうなんですよね、あの入ると同時に消化しちゃうんで。そうなんですよ、4つたまるってことは絶対にないですね。こういう時ですね、ちょっと長い演出があったらたまるけど、若干たまるぐらいですかね。あ、たまに家出してカウンターで仕事するんですよね、帰国をなんていう感じしますけどね。そうなんです、頑張り屋さんなんで、気がつかないうちに出て行って仕事してるんですね。そうそうです、あ、ひさこ見とるで、わらわらってね、コメントします。ひさこいいってもう。あ、コメント来てますね、ひさこネタにしてから、ネタにしてからっていうのもどうかと思いますけど、ネタにしてからひさこに何か言われたっていうコメント来てますけど。ですね、あ、光ってる光ってる、うわ、おー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 、光りましたね。あ、今下下下見ますか、これあのレバー光りました、すごい確定ですね。お強いお強い、ありがとうございます。よしよし、いやいやいや強いぞ、止まらんぞ、これはそうですね、確定音も鳴ってたってね、コメント見てますけど、確定音ちょうど鳴って下が光った形ですね。ひさこはですね、はい、とりあえずまだ反応自体はないんですけど、はい、あの先週大東の放送で僕出なかったじゃないですか。あ、はいはいはい、それでかわからないですけれども、はい、元気にしてるのかというラインが来ましたねもしかしたら見てるって先週の放送僕出てなかったからなのかもしれないですね。なるほど、それ心配になってたった一言ね。ただでもあの裏でね、いろいろと我々手伝っていただきまして、いや、はい、はい、そうなんですよ、 あの、ありがとうございました先生ね、はい、本当にね、あ、まあ、ちゃん絶好調ってことね、絶好調、うん、今更なんだけどこの台ってダース・ベイダーが主役なのっていうことなんですけど、そうです、ね、あ、そうですよ、主役はダース・ベイダーという形になりますね、はい、あ、しかもまた16ラウンドや、あ、おめでとうございます、寄ってきましたね。やっぱりレインボー来ると16ラウンドになるんですか ね、 ね、この辺はね、プレミアということで16に寄ってきたよ、いい感じ、いい感じ、トータルでちょっと半々ぐらいになればね、いい感じの手玉になるかと思いますんで、これでもうおよそ1万ぐらいは今1万いきそうですね、そうですね、1万個いきそうな感じですね、はい、ひさこさん見てるやんっていうね、見てる、わらわら、おそらく、おそらく見てる、おそらくチェックされてるといった感じですかね、はい、はい、まっちゃん絶好調で、ひろたか早く彼女に合わせてひさこじゃあもうおかん、おかんこめやめてよ、もうおかんこ、ま、マジテレが入りますからね、はい、あ、店長行ってらっしゃいってね、今 店長の会に、あれ店長どこ行きました今先ほどあの携帯をいじりながら、キココは寂しそうにしてる、休憩されに行きましたね、はい、YouTube で息子確認をわらわらってね、はい、あ、キココ、オルスバのお仕事ですね、偉いっていうね、コメント来ますね。そうですね。さあ、あの、これ、あれですね、あの、ムック店長っていうあの名札だけじゃなくて、これ、キココっていう名札もつけた方がいいかもしれないですね。ああ、そうですね。今度作っといてください。わかりました。はい、作っておきますんで。さあ、1万発オーバーです。ありがとうございます。いやー、すごいなー。ちなみに私あの199分の1で打ちまして、はい、あの4ラウンド一発で抜けましたからまあでも結構そんなもんですよね、そんなもんですね、終わるときはそんなもんなんで、あのバトルタイプってやっぱそれがありますからね、はい、出玉なし大当たりがありますんで、はいはいはい、そうですよね、あ、キココカメラ最高ですねって、キココにサンタの帽子かぶせたいなってな、あ、確かに似合いそう、似合いそうっすね、キココにそういうのかぶせたら似合いそうですね、はい、あ、さっきの暑そうなリッチ外したから拗ねてるんじゃっていうことでね赤 の、 あの4セット外しましたから ね、 ね、 あれも確かレインボーあるのかな、あのレインボー系は結構ふんだんにあるみたいですけどね、そうなんですね、はい、先ほどもねマチャン主任 の、 あのリーチのプッシュボタンの時のレインボーとかもありましたんでね、はいはいはい、まあ、見てますってコメント来ましたけどあのこれはひさこさんですね怖いですね、だからね、もうね、うん、何が本当なのか分かんないもん皆さん、虚偽報告はやめてくださいね、はい、今日野崎店で3万発ありがとうございますけど、ね、おめでとうございます、おめでとうございます、本当にね、あ、なあ、これ音楽がずっとね、ずっとこの保留が再び覚醒ゾーン来ましたね、はい、覚醒ゾーンはね結構ポン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 来るんですよ、うん、そうですね、比較的来やすいパターンになりますかね、はい、あ、まっちゃん、まあ、はい、あの JP さんが17万機構この前負けたんだけど、はい、再機構何機構負けたことあるって言ってます、
あ、僕結構この話結構してるんですけど、はいはい、ねスロット吉宗で、はい、いくらやったかな、 10でも56とか15、6機構、はい、16、5、6万機構ぐらい、はい、行ったことあります。1日でですか？1日です。わお、はい、結構行きましたね。昔の吉宗ですね。あ、私はあの、土曜日曜と、はい、打ってまいりまして、はい、2日間合計で17万機構もありました。うわ何打ったんすか？いろいろ打ちました。身体たくさん打ってめっちゃ楽しかったです。あのパトレーバーだけで11万機構負けました。すごいですね。はい、パトレーバーの強ミドル打ちましたけどね、はい、まあ、まあ私の話はどうでもいいんで、はい、エヴァの背景からレイ背景、エヴァの配信からレイ背景で必ず回ってしまってね、久子さんごめん、ね、久子背景、そう久子背景ってね、あの前回 の、 あのエヴァンゲリオンの配信の時にはね、はいはい、あ、今ピロンってなりませんでしょ、なんか、いえ、あ、普通です、ね、あれですか、普通のあれですかね、はい、まあもうルー君って敵じゃないですから僕にとっては、言いましたね、さあ星2個ですがどうだ、もうだって何連勝してるのって話ですからね、そうですよ、ルークスカイウォーカー結構倒してますよね、もう今4連勝ぐらいしてますからね、ルークに、さあどうだ、大丈夫でしょう、あし、おー強い、あし、ほんと強いな、まっちゃん来てる、いやすごいわ、もうルークは敵じゃないですね、うわー これ自信満々ですね、まっちゃんね、ただルークの時はね、ちょっと4ラウンドが多い気がするんですよね、ああそうなんですかね、まあここからの昇格もありえますが、まあまあまあ、ああまあまあまあ、ラウンド中の昇格に期待しましょう、うん、ですね、はい、あこの音楽ですね、4ラウンドね、はい、はい、あ、ヒロタカ見てますよって、そう何もかも見てますね、ホラークマがいるってね、ムック店長これ候補ですよね、はい、パトに思い入れが大きすぎたやろダディってね、コメントいきますけど、パトリーバー原作僕大好きだったんで、あ、はい、どうしても打ちたくって打ったんですけどね、はい、JP さん、俺も今日パトレーバーの強緑でフルボッコされた、でも超おもろいっていうねコメント来てますけど、あの原作してる人はすごい面白いと思います、あの、ね、なるほど、はい、ムック背景もあるよってコメント来てます、ヒサコ背景についてムック背景出てくるんですかね、ヒサコ背景とかあのね、はい、僕だけじゃないですか、あのヒサコの顔知ってるの、そうですよね、もうね背景としてあの思い浮かべるとめっちゃおもろいんですよ、うちのおかんがレイ背景の代わりに出てくるみたいな、ヒサコ背景として出てくるってめっちゃおもろいんですけど、もう新手の CR 機構なんか出たらそんな感じになるでしょうね、やだやだやそんなんやだあ、ルークが雑魚っていう設定はちょっとなってね、そこ以外は今年トップクラスで面白いっていうコメントも来てますね、あ、そうですね、いやでも普通におもろいんですけど、あね、普通の打ってて楽しそうですね、めっちゃおもろいっすよ、放送中に20年いけるんじゃねえかってコメント来てますけど、もう12年ぐらいですか、今12ですね、12年ですね、いってますね、20年なんかあるんですか、生で、まあ、分かんない、20年なんかあるのかな、でも70何パーループで20連勝は相当ですよ、そうですね、ルークも何気に星2なんだけどねってコメントね、すごいなまっちゃんって、いや先制だと4ラウンドがめっちゃ多いだけだよっていう、ああそうなんですね、あそういう可能性ありますね、先ほどの構えのところから復活パターンよりも、はいはいはい、当たった方が4ラウンドが多いみたいな形になるんですね、おーっと赤保留、赤保留、赤保留どうだ、これはいったでしょう、これはもらいましたね、あ有言実行かっこいいってね、こんにちはね、まっちゃん地球にいる場合じゃないって、早く宇宙に行ってこいってねコメント来てますよ、ね、まだ C3PO 来ないかな、あれ可愛かったですよね、C3PO とね R2D2 ね、どうかな、あ来た、あ来た、可愛いの来た、可愛いの来た、おめでとうございます、ありがとうございます、可愛いなこれ、可愛い言うたら来たってね、ああ噂をすれば影、やられちゃった、いやー、はい、見事でございます、いやー本当言うたら来るもんですな、ね、わっちゃんとに見事でございます、さあバラバラにされる、掃除機来たーってね、ウェスカーがウェスカーがバラバラにまたウェスカーがやられるってね、超えてきましたよね、これは16ラウンドですよね、おそらく、はい、おそらく16ラウンドだと思います、掃除機来たーってね、まっちゃん今何年目っていうね、これ13年目ですね、これ13ですね、はい、あれ4ラウンドや、これ昇格するんかな、ちょっと待ってね、右の10、あ昇格しますね、おそらく右のランプ
あ、ほんまや。はい、16ですね。あ、これかわいいってね。かわいいっすね。ウェスカーガーってみんな言ってますけど。ウェスカーガー。いいもの見たってね、コメント来ますけど。うん、おい、まっちゃん、そんなに出すと手入れの長泣くぞっていうね、コメントが。いや、まあ、ほんまですよね。いや、でも、まっちゃん、ねえ、これは引きが戻ってきたということで。はい、はい、おめでとう。いや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 、お見事でございます。あ、店長帰ってきた。やるね、まっちゃん。いや、ほんまにね、止まらないです。店長のあの言った通りですね、爆発するパターン。そうやね、はい、そりゃそうなるよ。あ、恐怖は動き出しましたよ、ね、パパおかえりってね、恐怖が入りますけどね。13年ってことはアナキン撃破したっていうコメントきますけど、アナキンスター号から先ほどね、あ、10連目の時にアナキン出たんで、多分あれ固定なんですかね。あ、そうなん。いや、でも右下に一人だけ、はい、あ、出てました。はい、なんか別のキャラが出てましたね。なるほどなるほど。店長お帰りってね、店長お帰りなさいってコメントしますけどね。迫ってる迫ってる、めっちゃ迫ってる。ピントあったピントあったピントあった。あ、店長、これはいい台だから大切に使うべきだってね、コメントしますよね。近い近いって、ここダンスってね、ヨーダを撃破するとこちょっと見てみたいよってコメントしてますよ。ヨーダがね、今だ一回も出てこないですね、はい、今のとこね、13連中一回も出てきてないんで、うん、やっぱ出たら相当ピンチなんでしょうね。まあ大ピンチだと思います、星1個のね、なかなか勝てないということですよね、はい、いやーすごいな、はい、店長完全に飽きてるってね。エンディングとかあるんかっていうコメント聞きますけど、どうなんでしょう ね、私ちょっと詳しいこと分かんないんですけど、あ、結構尻尾あるんやねっていうコメント聞きますね。今日尻尾ありますよ、可愛い尻尾ついてるんで。可愛い尻尾ね、はい、ありますあります。星4個の敵はいないのかな、今のところ星4個は出てきてないですね。4は出てないですね。1個と2個と3個が1、2、3も見てないですね。1、2、5ですよね、今のところね、わけですね、はい、可愛すぎる、最高ですってね、帰国ご機嫌ってね。オビワンが3やったかな、オビワンケノビ。そうでしたかね、か、はい、あ、2やったっけな、どっちやったかな、忘れた。もう落ちたら雑談でいいよってコメント見てますよね。了解です、はい。あ、3は1回出たってね、多分おそらくあの先ほど言ってらっしゃったオビワンケノビじゃないですかね。オビワンかな、はい。アナキン倒した時の大当たりラウンドがエンディングだと思ってたってコメント持ってますけどね。オビワンは2、なんかメカが3って書いてある。ああ、そうそうそう、なんか変なメカ出ましたわ。メカ出ましたか、3出ました。ああ、はいはいはい、あのなんかタカアシガニみたいな、はい、なんか足がいっぱいある。そう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 。完全にムック店長がカメラで遊んでますけど。クリーパスが3だっけなっていうコメントしますね。あ、ヨーダ、あ、来た、あ、最強の男ヨーダ来てしまいました。いやー、ここまでか、ただ来てしまった、ね、倒せば16ラウンド。え、そんな強いのこいつ。ヨーダはだってすげえ、お師匠さんです。お師匠さんですから。お師匠さん、そうなんですね。あ、終わった、来ちゃった、ムック店長大打とうよってコメント来ますけど、うわ、どうだ。あ、今投げられたね、これは当たるんや、これが。あ、そうなりますよね。あれだ、どうか、うん、あー残念、ここまでか。ここまでですね、ガクッといってしまいました。押し出しは、おお、すごい。だけど、いや、でも1万2000発近くですね、結構やね。お見事で、あの2ラウンドがつきますんで、その時点で終了といった形になりますね。なるほど、寄り切りアナキンって書いてますけどね、はい。あ、ムク店長、先週の金曜日、寝屋川南の放送お疲れ様でしたということでね、 ありがとうございました、ね、あのいらっしゃいまして、はい、あの宣伝等々やっていらっしゃいましたけどもね。そうなんですよ、はい、寝屋川南に行こうってなりまして、はい、行ってまいりました。いや、びっくりしましたよ、あのドアの外から。また見てるパターン。そうそうそう、ゴンゴンって言って、えってなったら店長さん、皆さんいらっしゃったんで、ちょっとびっくりしましたね。そうなんです。じゃあちょっと一画面しましょうか、ね、はい。さあ、じゃあ雑談枠に行こうやね。もうそうですね、もう雑談しよう。ここでどこでやどこでやりますか。ここでいいですか。もうもうここでいいです。移動するのもあれなんで、うん。いや、背中が最近腰が痛くて。大丈夫ですか、本当に。そうなの。そうなんです。いや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 、じゃあお疲れ様です。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。はい、
今年1年ね、皆さんいいことありましたでしょうか。ほんまにね、来週の放送あるのにもう今年の趣味入るんですか。ほんまや、来週あります。来週ありますよ、店長。来週あるわ、来週言わんと。それはそうっすよ、そうそうそう、うん、来週にね、はい、雑談賛成ってねコメントも言ってます、ね、残り20分ほどですけどもね、はい、ぼちぼちと。皆さんクリスマスのご予定は？またまた掘り下げていきますか。荒れ、荒れますから。荒れる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 。そう、店長また荒れるから。それ、私は仕事ですけど。いや、私も仕事です。はい、はい、私はちょっとお休みいただいております。あ、なんで、はい、なんでですか、から、はい、どこ行くんですか。いや、行かない、どこでも行かないですよ。クリスマスに休むなんて、いい男がすること。なんでそんな怒られるんですか。いい男がすること。いや、今日、ね、ない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 、うん、仕事ですね。前々見てください。サンタガリーってね、31日も放送あるのってことなんですけども、30の晩ですので、まあ、実質31日という形になりますけども、はい、ね、年越し放送はないですね。ないですね。そうですね、はい、ですので、気候なチャンネルの放送としては、ここ大東店の12月30日の24時からの放送ですね、はい、が、あの、はい、気候なチャンネル今年のラストといった形になりますので。そうなんですよ。はい、ラストはね、まっちゃんがやってくれるはずです。え、なんでまたそう急に打ち合わせにないことを言うんですか。完全にあれですよ、もうね、無茶ぶりがすごいんですよ。やってくれるはずですって言ってもぶん投げですからね。しかもその後フォロー全くなしっていうね。ぶん投げ。何も決まってないね。あ、そうですね。まあでもだけどね、今年最後の放送ですから、はい、まっちゃんが何かやってくれるはず。また何やろう、ネタ的にドンキホーテ走らなあかんのかなってことですね。あの、今年のね、のラストを締めくくる、そうす、ね、ニコ生放送ですから、ね、はい、何やろうかな。まあ、まだ考えておきます。考えておきますね、はいね、はい、店長、来年の抱負教えてってコメント聞きますけど。来年の抱負ですか、うんうん、まあ、来年はね、まあ、まあ、私の抱負はね、はい、もう皆さんに公表してる通りですよ。はい、次結婚したら離婚しないぞっていう、そこですね。そうですよ。じゃ来年、来年の抱負は次言いますよ。だから、はい、あ、来週、ね、来週の抱負でね。今回言ってしまうとね。そうですね。うん、あれなんで。ちょっと早すぎる形になりますからね。そうなんですよ。はい、だから来週の放送で言いますよ。そうですね。まっちゃんがすごいこと言いますよ。また打った。また打った。緊急生放送。緊急生放送になりますよ。テロップ出して。そう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 。まっちゃんが今からみたいな。うん、あ、今年、あ、今年のベスト大ワースト大教えてっていうコメントきますけど、どうですか、個人的なところで。ベスト大、ベスト大ワースト大っていうのもありますけど、まあ、ベスト大はやっぱバジ絆ですね。あ、絆とは、はあはあ、やったかなと。なるほど。でパチンコは、あ、パチンコはやっぱ金色ガロ、金色、まあ、やっぱり上位に入りますね。マチョシにはもうパチはガロ、あのガロですか。パチだ、いや、もうガローでしょうね。ルパンは一昨年ですし、そうですね、まあ、ドロングランヒットですけどね。となるとね、やっぱガローやね、うん、はい、ガローですね。ガローがだって8月に出て、はい、やんね。そうですね、8月ぐらいですね、うん、まだすごい稼働をね、あの、してますから、ね、中古相場も今まだめちゃくちゃ高いんで、そうですね、そうですね、なかなかこう中古でも値段が下がらないといった状況です、はい、ちなみにスロットの方で松田さんどうですか。スロット、スロットってなるとサラバン、あ、サラジーマンマンチョンも、まあ、サラバンもね、一つになってくるでしょうね。あとはスーパービンゴも面白いね、最近出た、ね、はいはい、あれも非常にあの楽しいというか、ね、また再販も、再販ですか、うん、決定いたしましてね、うん、なかなかの売り行きみたいですけども ね、うん、懐かしいですよ ね、 ね、あ、昔のね、ビンゴを知ってらっしゃる方ですね、はいはい、あ、仕事、大晦日も仕事、正月も仕事っていう方いらっしゃいますね、大変ですね。まあまあまあ、はい、そういう人のおかげで休める人がいるわけですから、うん、そうですね、私どもも、はい、仕事です。そうですよ、うん、朝一からお出迎えしますよ、ね、ほんまに ね、 ね、1日も、はい、来ていただければと思いますね。そうなんですよ。大東店来ていただければと思います。はい、はい、あ、レストランで働いてるからクリスマスディナーで大忙しですよってね。あ、そうですよね。やっぱり接客業を ね、 そうすね、非常にこの辺が ね、 ね、大変ですからね、はい。来週は何打つかアンケート取ったらっていうコメント来てますけど、来週なんか予定あります？いや、来週逆に何、うん、どうしよう、ね、何やろね、ビンゴで、あ、ビンゴ、FFF が出るまで野郎みたいなとかね。某ね、あの大阪市内の梅北店の某店長が、あの、ふわふわするまでって言って、いまだに達成できてませんので、あれはね、達成できないですね、じゃあ、ビンゴを打ちながら、はい、本物のビンゴします。ガラガラガラのやつを、ビンゴ当たったらどうなの、どうすんの、当たったら、何、どうしよう、どうしよう、なんか、景品、じゃあ、景品、景品、
景品を用意しといて、だえ何をだってどうやってビンゴするのその前によくわかんないっすよくわかんないっす、このガラガラのやつはまあ持ってこれようと思ってこれますけど、そもあと処理どうしたらいいのかってとこありますけど、そうやね、ちょっとあ思いつきで言ったんで、思いつきで言っちゃったねしかしか、しかしもうあと1週間かということで本当にね、いやこの週間ちょっとですからね、年の瀬ですよ、年の瀬ですね、本当にね、来年になればだけど、シールはできますね、あーそうっすね、あいよいよとうとうまっちゃんと私のシールがね、シールがね、お二人のシールが上がってくるはずですね、ぜひ欲しければ無料大当店にね無料くださいと言っていただければ、はい、無料でお渡しできる、そうなんですよ、もしどうしても来れないっていう方はね、はい、はがき送って手紙でも送ってくれれば、あそうですね、それに、うん、そこにね、はい、入れてまた自腹で郵送しますよ私が、そんなもんすごいですね、そんなもん心意気ですね、そんなもん、その代わり送るときは、はい、ちゃんとね、あそうですね、ちゃんと送ってきてねというところですね、送ってきていただければ、はい、私が自腹でね、送り返します、さすがです、男気あふれるな、当たり前じゃないですか、うん、そんなもん、あじゃあ来年新年のキコちゃんはいつから放送ですかというコメントしてますが、新年は何曜日ですか、1日の放送はないはずなので、1日はなしで、水曜なしで、森口の1日もなかったと思うんですねで次寝屋川南もどうやったかな、ちょっとそこまで聞いてないですけどもね、2日が寝屋川南になるってことですか、そうですね、もしかしたら3日4日っていうところまでずれ込むかもしれないですね、街頭はね5日でしたよね、5日ですね、5日の放送はやりますので、はい、はい、放送しますんでね、もちろん放送の穴がなく1週間後にまた始まるよといったところですね、そうなんですよ、はい、年明けて、あマジ送る本当って本当にってね、ブック店長の生写真付きで送ってくれるのって、いや全然送る、送りますよ、そんなもん、ただじゃないですか、そんな、そうそんなもん、なんぼでも送りますよ、すごいな、切手と一緒に送るから送ってねっていうコメントです、ね、いや、全然送りますよ、本当に、郵送金ですか、じゃあ送りますって、ね、はい、色紙も送りますよ、色紙まで送ると、すごいな、大サービスも、離婚ができるって書いて、名言を書いて、送るね、ああ。シール楽しみってねコメントもたくさんいただいてますけども、そんな全然ねさせていただきますよ、はい、そんないつもね、うん、見ていただいてね楽しく過ごさせていただいているのに、あそうですね、あコメントで今来週は準レギュラーの人も呼んでくださいっていうコメントも来てますね、準レギュラー、こじこじとかこじこじとか、まあ、ふなっしーもさんもそうですね、その時に出勤してれ ば、ね、っていう形になりますかね、休みの場合もあるんでね、そうなんですよ、30日の場合やもんね、はい、なので出勤してるメンバーがいれば、いればはい、みんなで、ね、読んでまたいろいろ話していただくとやってもいいですね、はい、はい、いった形でやりましょうかね、はい、はい、うん、あ広高今年は帰ってこないの久子っていうコメントまた来ますよ、ね、すいません、ちょっと今年も帰れないよ、ごめんよ、ま、マジマジマジコメントが来ましたね、はい、おかんごめんよ、うん、あビンゴや、うん、ビンゴやるやったら罰ゲームビンゴやりたいっていうね、罰ゲームビンゴやってくれっていうコメントも来てますけどね、あ、うん、あはい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 、あ2日の寝屋川ビンゴしたら、うん、罰ゲームみたいな感じ怖いっすね、なかなか、やだよあムック店長の欲しいっていうね、生写真写真付きですか送りますって、いや全然もう生写真送りますよ、そんな、その代わりいたずらはせんといて、いたずらはせんといてほしいってことですね、あの個人のあれでね楽しむのやったらまだあれですけどね、はいはい、全然送ります、あのお店のねみんなで撮った写真を、はい、頑張ってますって言って送りますよ、あミストの写真はないですかって思っておきますけどね、ミストの写真じゃなくて普通の生写真はね、はい、いらんでしょ別にええやろって、ね、うん、こんなおっさんの裸、はい、誰かみたいにやめてよ、あそうや裸で思い出しましたけどね、はい、うん、最近私腹筋やってるんですよ、おお追われてきた、いやまだやり始めて2日目なんでじゃあなんで言うの、いやあのアレコーダンスワンダーコア、あ出た、あの背中のこうグニューってやるやつ、このこうやってやるやつ、そう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 、あれ凍ったんですよ今、だからあの筋肉痛なんですよ腹筋が、あれやっぱ来ます、あれねいいっすよ、めっちゃいいっす、あれ確かね、神戸中央の森店長が、はい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 、あのなんかあの非休憩会室に、はい、買ってあるらしいんですけど、あそうなんですか、効果出てるんでしょうかね、いやあれ行ってから僕多分3週間か4週間経ってますんで、森店長はね結構もともと結構ねあの滑腹のいい方なんで、いい方ですからね、はい、いつ効果が出るのか楽しみやなと思って見てみるんですけどね、はい、あれいいですよ、はい、来週ワンダーコア放送します、いやいやなんでするのそれどこまでやんのよずっと誰かが腹筋するんですか、あの脇のところで別カメで疲れるわそんなもん
やだよ。久しぶりに通販で、ね、買い物しました、ね。あ、通販で。あ、はい、何本ぐらいしましたあれ。1万3000円ぐらいでしたね。結構しますね、はい、やっぱね。あ、久子さんの色紙も頼めますかってコメント来ますけど。久子色紙は。あ、シールができたらまた横浜から行くっていうねコメント来てます。ありがとうございます。横浜の方、ね、はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、送りますよ本当に。いや、ほんまにね、うん、全然送らせていただきますよ。あ、準レギュラーのたこ焼き店長呼んでほしいっていうコメント来てますね。準レギュラーや、レギュラーやったんや。確かに容器来てはるけど、準レギュラーやったんや。あ、で、来年からはね、ちょっとね、うん、放送もね、いろいろ考えてますので。そうですね、はい、そうなんですよ。コラボしようとかね、いろんな企画を、ね、はい、また新しい企画をやっていこうみたいな、ね、まあ、他の曜日との絡みとかね、いろいろと大東対森口とかね、大東対、いいじゃないですか、まさかの主任対決とかあったりするかもしれませんし、いいじゃないですかね。森口は今、川瀬君やったっけ。そうですね、川瀬主任もいらますね。あと池田主任もいらますね。池田主任って知らないけど、川瀬君は知ってます、はい、あの天が川瀬さんですね、はい、はい、ここね、あ、僕は、ま、ちゃんのおかんとツーショット写真も送ってくれるんでしょうってこと。絶対嫌です。絶対嫌です。お断りしますね、はい。あ、年末年始にキコちゃん見れるのは寂しいなってこともあるんですけどね、ちょっとね、放送の兼ね合いもありますんで、ちょっとご理解いただければと思いますけどね。まっちゃんも愛知県愛を捨てたのかっていうね、コメント来てますけど。え、なんですか。いや、わかんない、あの、帰らないって言ってたんですよね。あ、いや、帰れないんですよ。そうですね、もう ね、ちょっと実家にね、帰らなさすぎて、うん、もうだから5年連続帰ってないんか。あ、そうですか、しばらくぶりに帰ってないって、ね、帰ってないですね。やっぱ 地元が遠いね。5年も帰ってない、はい、って言いながら私も近いんですけど、3年は帰ってない、ね、そうなんですよね。あ、なかなかね。いや、私もね、言ったら連休とかたまにあるんで、うん、帰ろうと思えば帰る、うん、あれはあったんですけど、うん、なんでしょうね、行きそびれるというかね、うん、いろいろと今用事入れてたりであったりとかありますからね。逆にね、本当近すぎても帰らへん、ね、あ、それはあるかもしれないですね。私もね、神戸市なので、はい、帰ろうと思えば、ね、もうね、1時間あったら行けるんですけど、すね、逆にね、うん、近いから帰らないっていうね、うんうん、近すぎていつでも行けるやろっていう感覚でおると全然行かへんね。そうですね、うん、いつでも行けるやろっていうのがね、どうしても頭の中あるんでね。はい、あ、ビンゴしたら相手の罰ゲーム選べるようにしようとね。来週の在庫にたこ焼き店長呼んだらってコメント来てますけどね。一応ね、声かけときます。また LINE で生放送最後やのに来へんのって言って。そうですね、声はかけときます。ムック店長なんでそんなかっこいいのってコメント来てます。え、嘘やん、もうそんなこと言ってくれる、嬉しいやん、もう。熱烈なファンの方がね、たくさんいらっしゃいますからね、ムック店長。そうなの。愛してるよ。あ、来た、愛してるよ、来た、出ました。赤明日で終わるわらね。あ、腹筋かなり効きますかってね。いや、めっちゃ効きますよ、ワンダーコアおすすめです。あ、 JP さんも腹筋やれって言われてますけどね。組み立ても簡単やったんで、はい、で、値段も1万3000円でしょ、言っても。まあまあ、それでね、はい、腹筋は手に入れれるなら、まあ普通の腹筋はね、これでもいいんですけど、ね、いや、ちゃうんですよ、1万3000円あったらジム行けるよね、1ヶ月。ああ、なるほどなるほど。いや、でもそれはね、断続的に続くじゃないですか。あ、なるほどね。あ、家でできるっていうのもありますよね。はいはいはい。いや、だけどジム行ったらもっといろんな、まあまあそうなんですけど、うん、でやっぱ気になる部分がお腹で、うん、お腹だけ、ね、お腹だけちょっとね、ちょっと出てきたんでね、最近ちょっと危機感を感じて、もう30も手前ですからね、29ですから、あ、ぼちぼちとぼちぼち、ね、やっぱね、運動不足が ありますか。ね、あ、昔は走ってたりとかしたんですけど、ランニング、あ、ランニング、はいはいはい、最近してないんで。まあ、2ヶ月間ミスト楽しみにしてたんやけどってね。そう、じゃあ、ミストじゃない普通の写真ね、生写真、来週裸で台打って、それさすがに写せないと思うんで、ね、やめときましょう。はい、うん、来週じゃあ TRF のね、なんか来たからダンスエクササイズみんなでやるっていう。ああ、DVD で、DVD を踊りながら。 DVD はね、見せれないと思うんで、それを僕らは見て見ながらこうやるみたいな感じありましたね、 TRF のダンスエクササイズね。うん、いや、ワンダーコアもね、 DVDついてきたんですよ、はいはいはい、で外人の人がやるんですけど、ずっとやってるやつ。それから何やったっけ、あの軍あと黒人の、そう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 、何でしたっけ、何でしたっけ、何でしたっけ、言いましたね、忘れた忘れたね、あの、なんとか、うん、ね、
あれをやるみたいな名前、ね、名前もあそうビリーじゃなかったビリーザブートキャンプブートキャンプそうそうブートキャンプそうですねありましたね、はいはいはい、あれを誰が一番できるかっていう卓球でビリー隊長そのブートキャンプそれです、ね、16,200円いや13,800円でした間違いないです、はい、まあちょっと安く買ったっていうことですかねそれは深夜のね深夜のあれです、はい、ああ高田さん宇梶さんがやってる CM やつでしょそれってねコメント来てますけどまっちゃん時間に戻ったら一緒にうちに行こうよとねなんとかとかって、ね、他方人の名前書いてますけどもねえ、はい、なんとかなんとかとかってねちょっと言えない他方人の名前なんで言えないんですけどね2月に福島県から大阪旅行に行くので今日に会いに来ますぜひいらしてくださいとってお待ちしてますんでねまあニコ生放送でねあの日付までおっしゃっていただければいやほんまにね待ってますからそうですねいつでも休みでもね来ますから私は休み入れないですこれ入れないよ、ね、そりゃそうっすよ出勤しておきますからはいぜひあの伝えていただければと思いますんでね、はい、よろしくしお願いします確かあれですね Facebook、うん、大東店の分ありますんでありますねそちらの方でも連絡取れるかと思いますんで、ね、あそうですね、はい、コメント入れてください、はい、よろしくお願いします、はい新年一発目か年内最後の放送はウェスカーとか店長集結スペシャルやってほしいですっていうのあるんですがあんまりあの店長集結スペシャルもやりすぎても価値観がなくなりますんでねそうなんです、ねはい、プレミアム感がねプレミアムの ね半年に1回訪れる企画なのではいあの先日やりましたんでね、はい、あの見逃し方はあのぜひ YouTube とかまだタイムシフト見れるかと思いますんで、はい、そちらに見ていただければと思います、はい、いやお蔵入りにならなくてよかったですねよかったですねあれね本当にいやおでん大好評でしたあれいやおでんほんまに熱かったんですあれおでんね5分間チンしてやりすぎ、ね、5分はやりすぎ5分多分5分じゃないですもっとやりましたもっともっと、ね、5分を2回ぐらい、ね、いや僕もあのはっきり言ってあのぬるいやつでやるのは嫌なんでああもう熱くしてきてって言ったんですよガチでガチでほんたらねほんまに熱かったっていうグラグラ煮えてるようなやつが多分ね、開けた瞬間湯気がねふんわーって出て電子レンジ内で多分沸騰してた完全に沸騰してるやつですよねあれね、うん、いやいっちゃあほらねおでんめっちゃ終わったとかねいっちゃ面白かったとかおでんおもろかったっていうコメントたくさん来てますよそうあれねほんまにねもうめちゃめちゃ熱かったですよほんまあれ多分ほんまにやけどやけどするレベルそうだいや本当にあの日6000個目ですかそうですね、たくさんコメントいただきましたありがとうございました本当にねありがとうございますおでん最高でしたってねコメント来てますけどあさすがムック店長優しいなってねコメント来てますね優しいよ、ね、ほんまにいつでも来ますんでねいつも、ね、あのニコ生の放送の時休みの時も来ていただいてますから ね、 そうだ ね、 本当にね私ね多分自分で言うもんなんですけど、うん、やさおなんであ来たビシッと決めたこれ出ましたやさおですいや僕もねこれ来れるんなら来たいんですよ休みの日でもね、ああそうですね、でも私は管理者じゃないので、いろいろ、ね、いわゆる、うん、そうそうそう、うん、あのそういうサービス残業とか、うん、そういうのは会社的に絶対してはいけないのでそうですね、ね、はい、そうなんですよね、うん、そういうことなんです、まあ、なるべくだから火曜日は出勤にしてるんですよね、はいはいはい、ありがとうございます、はい、本当にね、うん、さすがミスター天ヶ崎って言われてますけどね、あ最初から最後まで見てました店長集結ってことでねありがとうございます、ありがとうございます、ね、あ大東 VS 森口とかやってみたら楽しみすぎるなんてコメント来てますけどね、うん、咀嚼は勘弁やけどねあの辺のやつね、うん、あれはねこっちからしたるわ仕掛けたるわされるぐらいならあの辻エル爆弾の前に、うん、ムック爆弾かましたるわみたいな、うん、辻エル爆弾が来る前に爆弾してやるね、ほんまっすほんまやられるぐらいならやるよっていう、ね、もうあ池田選手いたよとそうですね池田さんねトーマス池田さん来られてね手伝っていただきましたけど仮面かぶってあの覆面かぶってねやっていただいてましたけどあの人がトーマス池田さんそうトーマス池田さんと、はいはい、あともう一方ね、はいはい、来られてましたけども川瀬くんはねあれなんですよ、はい、私が森口いた時に、はいはいはい、まだアルバイトスタッフでいたんで、はいはいはい、ああ入ってきた当初のそうなんですよなるほど、まあ、つながりがあるということありますあります、ね、面識あるんで、うんムック爆弾強そうってね。いやいやスジエル爆弾で、ね、まっちゃん可愛い、ね。咀嚼してやるよ。逆に咀嚼してやるわ。森口の役職全員に咀嚼してやる。逆襲のムックですね。ああまっちゃん親子写真欲しいわらわら、ね、いやいやですや愛知県に来たなんで親子写真がなんでさどうしたいよわかんないっすもん親子写真どうしたいいや撮ってどうすんねんって話、ね、下手にいじられてるわかんなかったけどそうです親子写真わかんない
あ、愛知県にキコーナ作ってもらったらまっちゃんってね。愛知県ね、うん、ほんまに5年帰ってないんでね、うん、大阪名古屋なんて近いんだから帰ってあげてってコメントが。ほんまそうっすね。いや近いよね、でも遠いような気がするんです。車で帰ろうと思うと、はい、全部高速で深夜で、はい、2時間ちょい、2時間半深夜ですよね、うん、深夜あの走ったとしてもそうですね、走って2時間ちょい、2時間切るのは無理ですね、うん、で昼と朝と夕方混みますからね、なんせ、はい、なんか面白いことしたいね、来ね、なんか今思いついたんやけど、ね、各曜日でディスりやったらおもろいね、うん、おお前らがこっち怖い、大東の放送怖いみたいなディスりやってほんでほんまに乱入してきて森口がなんぼのもんじゃん、そうそうそう勝負するっていうね森口が来いよみたいな言い方が完全にあれですよ、仁義なき戦いですよね、そう森口が大東の放送に来なさいみたいな、あなるほどなるほど、で森口放送では大東が来いよみたいな言うてるとこに大東が行くみたいな面白いね。なるほど。あ、JP さん笑い声うるさすぎてすいませんね。あのダーヒーさん、ひださんですね。今、ああ、ひだくん。はい。あの伏せ店におられますけども、はい、あのまっちゃんの弟子ですかってコメント来ますけど。え？まっちゃんの弟子ですか。ああ、とひだくんも私が森口いる時のアルバイトスタッフなんですよ。はい、ああ、そうなんですね。ひだくん、川瀬くんあたりが。なるほど。下で働いてると。まあひだくんはね、でもね、あんなキャラですけど、はい、すごい頑張り屋さんで、はい、まあなんでしょうね。この遊戯台の入れ替え作業とか。まだアルバイトスタッフやったんですけど、はいはいはい、彼だけ走って仕事をしてたんですよ。へー、みんなやっぱりこうね、行き来は歩いてとかやってたんですけど、うん、彼だけ汗流して走ってやってて、はい、私それにちょっと心打たれまして、なるほど、まあね、彼を社員にしたらみたいな推薦をしたのを覚えてますね。あ、はい、なるほどね。いや、あの昨日の放送でもあの日田さん出ていただきまして、はい、なんかあの自転車で通勤をされてるということで、はい、あ、そうなんですか。家から、十何キロ離れてるところの、すごいですね、はい、毎日朝から朝晩とこの寒い中、はい、あのしかもちゃんとしたロードバイクで大会とか出られてるらしいですね。すごい、すごいですね。そう、15キロですね、うん、そう、昨日名前変えてあのダーヒーからオールバックペっていう名前に変わったんですよ、ね、何やねん、その前がペっていう名前だったんですよね。あ、ペ40のペからペっとったらしいんですけどはい、そうそう、オールバック OBP って出てきてますよね。オールバックペイですね。ペイもそんな一面があるんやなということでね。そうそうそう、あの日田くん非常に頑張り屋さんなんですよ、はい、ぜひぜひあの皆さんもね、あの散々森口とね、あの伏せ店の方でいじられてた日田さんとはちょっとまた別のキャラクター見た気がするかもしれませんけどね、うん、はい、まっちゃんもひろたかに改名しようという改名してないよ、改名というか実名にもただ本名や、うん、本名ただの本名ただの本名今川義元じゃなくなったんですねってね、コメント来てますけど、うんうん、あ、大阪東京に比べれば近いじゃないですかね、大阪行きたいっていうねコメントも来てますんでね。いや、おいでおいで、いいっすよ、大阪いいよ、まあ、楽しいよ、名所もいっぱいありますしね、まあ、うん、東京に比べるとあれですけど、うんうんうん、ただやっぱり美味しいものもたくさんありますからね、大阪は、ね、まあまあね、あの粉もんの安さにびっくりしていただければなと思います ね、うん、そうですね、いや、そうですね、たこ焼きなんかあとあのビリケンさんがいるところの通天閣、串通天閣のね、下の揚げとかも、ね、あの辺の店、ね、美味しい店しかないんでね、そうです ね、 すね、たくさん店あります、はい、どこも美味しいですからね、はい、あれね、あの辺ほんまにおすすめですね久子とマリコのツーショット希望です、ね、マリコって誰マリコって誰ですかちょっと怖いんですけど、あの、うんうん、僕昔付き合ってた彼女マリコなんですけどめっちゃ今怖いなと思ったちょっとドキッとしました、はい、今、うん、はい、レビオーサ松原に改名、ね、レビオーサ松原でいいんちゃう来年からじゃ長ないですか、改名しようか、改名、うん、じゃあレビオーサ松原、いやいや、なんか何でもいいから、もうあのまっちゃんとムック店長やったんや、はい、来年はやめようや、やめるんすか、なんか改名せえへん、でもなんかもったいなくないですか、せっかく浸透してきたのに、あ、そうか、シールムック店長やそうっす、あかんわ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 、もうその後にね、また再訂正されても困ると思いますね、向こうはね、うん、ああそうやね、あ、マリコは水曜のバロン木村さんのおかんですっていうね、あーおあマリコ、マリコはキムキムのおかんです、ああキムのおかんか、素晴らしいですJP さんも根岸から改名しますかってね、なんで僕は実名を改名せなあかんのですかね、レビハラさんってね、あ、改名ばっかりされると誰か分かんなくなるからやめてほしいっていうの ね、 もね、それはありますね、はい、うん、さあぼちぼち2時回りましたけども、どうしましょう、そうやね、終わりますか、終わりましょうか、ぼちぼちと終わる形でいいですか ね、 ね、雑談ってやっぱあれですね、
ずっと喋れますね。ずっと喋れる。ほんまにね、あの朝までいけるよ、このまま。いけます、いけます。全然やっとけるよね。いけますね。朝までずっと喋っとける感じですけどね。いけます、いけます。いや、あのね、その前の、その前の、あの、ちょうど梅北店さんの放送の時に、はい、あの朝の10時まで雑談っていうのいっぺんやったんですよ。あ、やってましたね、開店までって。はい、開店まで、あの時で確か1万個目ぐらいコメント来たんですから、ね、すごいですね。だけど朝までね、全然喋れる。全然いけますよ。まああとね、30分やってればね、僕は濃い話しましたけど、ね、それはチャンネル的に NG の可能性がありますので、それは違う、はい、その辺はちょっとご勘弁願えればな、ね、僕のね、生まれてからの年表とか書きますよ朝までやる、何が何年何月どこに生まれみたいな感じですね。そう、年表式にそれ、何々小学校に入学みたいな、そう、そんなことしました、ね、何がありました、ね、はいはいはい、おもろいですね、しちゃおうってね、そこでね、あの離婚とかもあるわけですよね。いや、それなんでそこで、なんでそこ冷めるんですか、なんでそこで現実感逃げるの、いつも自分でネタにしてる急に冷めるっていう、急に怒る朝まで行こう、ほらみんな朝まで行こうかとかみんな言い出しましたやんか、いやいやいや、うん、ね、その枠が許すんであればやるんですよ ね、 すね、なかなかね、まあ、ね、そういうわけにもいかない、いろいろとね、まあ、お仕事ということでね、残っていただきます。明日も朝からですからね。そうなんですよ、明日も朝から仕事なんで、私じゃあツイキャスでこのままずっと朝まで配信しようかツイキャスで、しかもまさかのツイキャス、うん、ツイキャスにリコ生じゃなくて、うん、ツイキャスで朝までやる絶対ね、あの店長言ってください、殺到しますよ、間違いなくツイキャス、いやいや、いや、ほんまに、うん、ツイキャスの方がなんかユーザー多いんですよね、ニコ生より、まあ、その見られてる、そうですね、簡単にできるっていうのもありますからね、ツイキャス、うん、ツイキャスでね、ちょっとね、面白くしようかなとか思ったんやけどね、ニコ生やる前にツイキャスなんか10分間こんなやりますよみたいな言ったりで、こっちに誘導するみたいな、そうそう、なんかいろんなね、ことをね、やっぱもっと盛り上げていこうよっていうんで、はい、同時配信とかできないんですかね、一応できますよ、あ、できます、できます、ただこちらのカメラを使うということは多分できないと思う、ああ、そういうことですね、はい、だからいろんなね、ことをちょっと考えようかなって来年もね、うん、思ってますよ ね、うん、すね、コラボであったり、ぜひぜひ、そう、うん、ね、外配信とかできたいのね、あー、面白いですね、あ、外、なかなかに、うん、あの難しいことをおっしゃいますね、あ、もうそれ前から言ってたじゃないですか、そうそう、花見、花見配信とかもね、うん、外配信とかね、うん、面白いね、おもろいですね、ツイキャス見ますってね、朝まで話したくなるチャンネルとかね、うん、うん、仲いいな、そうそうそう、面白いな、出会いから離婚までとかね、ほんまや、なんでそこだけ言おうかって出会いから離婚まで、出会いから離婚、そこだけ、なんでそこだけ抜いて抜いて言わなかった前から行かしやねあ、じゃあ朝まで喋ろうとかね、しちゃおうとね、来週雑談だけでよくないってコメントも、来週雑談します、まあまあまあ、雑談枠にする可能性もあります、ね、ありますけど、雑談枠にしながら、まあ、時間の許す限り出勤のね、そうですね、人入れて、まあ、ガンガン罰ゲームしながら遊ぼうとかね、この前みたいに皆さんあの集合させられて罰ゲームみたいな形も、ね、うん、じゃあ来週はいっぱい罰ゲーム持ってきとってもらいましょうか、あ、そうですね、あ、わかりました、じゃあちょっとね、それを役職と今年最後やねって言いながら、うん、それでビンゴしてもいいしね、さらにビンゴ、みんなで、あの、あ、なるほど、ビンゴカード持っとって、はいはいはい、ああもうって言いながらなるほど、おもろいですね、そうそうそう、でね、一番最後にビンゴした人は、はい、もう虫出てくるみたいなね、あ、でもいいやね、一番遅かったビンゴ、いやいやな、きつかったっすよ、あのね、甲殻類はいいんですよまだ、うん、幼虫系、あ、いやいやいや、だけどね、もう嫌だ、前のやつで言うと甲殻類が一番おいしない、あ、そうなんですか、コガネムシとかね、あのタガメ、うん、あ、甲殻類が一番残るんよ、あ、そうなんですか、味残るし、その後ね、うん、ガスト行ったけどまだみんな口の中残ってた言ってたもんねそう、雑談枠でいくとね、ネアガーでもね、あのドラえもん店長がちょっと天然な部分を発揮して、はい、あのここに18禁一味をつけてペロって舐めたんやけど、はい、それをアラン忘れとったよね、そうそうで18禁一味のままの手でまたポテトを食って一人でああ言うてガストでいきなりもだえ出したんかんなこのポテトって言い出したら18禁一味手についたまんまで、手についたまんまの手でポテト食べてたから一、ね、人だけガストのポテトやたら辛いと思ってたっていうねめっちゃ数月やそれ、なんでなみたいなやつは18禁一味いっぱいついてて手に
やったおもろい。天然もええとこやな。テーブルやったらうるさいな。ずっと騒いでたっていうね。あ、アガープロ1号2号に改名しようかなんてコメントも来てますけどね。誰がよ、アガーなんかやったことないよね。いや、ほんまにね、あんなんやるもんじゃないですからね。やるもんじゃないよね。あ、うん、最後に質問、クリスマスは何打てばいいですか、やっぱりメゾンですかってコメント来ますけど。クリスマス、クリスマスやったら何打ちたい？時期的にね、もしダブ上、いや、4円で言ったら、リングリング、なんでそんな怖いもん、なんか真夏やんそれ、いや、まあまあまあリング、いや、俺の僕の希望ですよ。僕の希望、まあ、ライトミドルのリングとか。だけどクリスマスやからまったりライトで遊んだ方がいいかもね。まあ、そうですね、うん、まあエヴァもね、エヴァいいけどね、エヴァもね、うん、まあマックスですし、まあ、まあ、エヴァしたいんであればこういうね、うん、ミドル系のやつ打つのも一つの手段。マックス持ちますけど、まあ、まったりねゆっくりできるんちゃうかなとか思いますけどね、うん、はい、うん、そうですよ。いい思いもやっぱりね、悪い思いもするので、うん、はいはい、いろいろ喜怒哀楽があるので、まあね、まったりね、はい、まあ、絶対皆さん打ち納めってあると思うん で、 そ, うで、ね、それはやっぱり好きな機種、そうそうそう、うん、自分の好きな機種で、ね、締めくくるのがいいんじゃないかなと。まあ勝っても負けてもね、そうですね、うん、それは、まあ、それでも納得できればいいところでしょうかね、はい、スマホからでも配信可能ですよ、外配信っていうね。あ、そう、あ、そうなんですね。個人で外配信しようかな。ツイキャスとかスマホでやられてる方多いですよ ね、 あれはね。個人配信したら見に来るんかな、みんな。行くんじゃないですか、皆さん知ってたら。ここから誘導してもらったらどうですか。それは告知してもらって。いや、こっちからこっちに行きたい。あ、なるほど、みんなでね。なるほど、なるほど。やりたいよね。こういう形でね、移動してもらおうと。普通のツイキャスとかはやっぱりね、ほら、見に来ますってね、皆さん。だからツイキャスとかで、まっちゃんが何曜日、はいはい、ムク店長何曜日とかの何分だけやりますよとかで質問を受け付けますよとかね、うん、しとけば面白いよね、うん、いいですね、うん、ありがとう。一人目でクリスマス何打つか迷ってたんでっていう、ね、コメント来てますね。参考になればと思いますね。一緒です、はい、私も一人ですから。一人目です、はい。白い声だって、ね、デスビンゴ大会ってね、ドラちゃん、イモンを対帰ここかって、ね、コメント来てますよね。あ、シアク店長は天然かって、ね、コメント来てますよ、ね。シアク店長天然じゃないんですけど、天然じゃないですけど、たまたまね、たまたまそうやったっ、ね、18金1組が天通取ったんですよ。めっちゃおもろかったっていう。だからそのガストの様子見たかったな。、うん、ガストでやたらうるさかったって、絶対面白かったろうな。はい、面白かったですね。 JP さん、クリスマスにおすすめってどこですかって聞こうの。大東店決まってるやろ。そうでしょ、前やんか。だから明日は天休日なんでね、はい、クリスマスに、ね、はい、イブ明けてからの、イブ明けて、はい、朝からね、私もホール立ってますよ、うん、はい、もちろん、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。サンタの格好しようかな。あ、いいじゃないですか。みんな見てみたんじゃない？いや、したしな、この前。あ、でも、あのツリー変えてきました。え？ツリーの。クリスマスツリーですか？主役店長が。あ、帰ってきた。あ、帰ってきます。うん、帰ってきてる。あ、みんなでコスプレしよう。そうですね。お、あの、コジコジとか、去年、あれでホール回ってましたけどね。あ、じゃあ、サンタさんになろう。ムックサンタ。ムックサンタ。ムックサンタ出るじゃないですか。うん、昨日もね、落ち玉拾うわ。ホールで。いいっすね。うん、落ち玉拾って、こう、返していく形で。返していくわ。メリークリスマス。うんうん、メリークリスマス。あ、デスケーキ一気食いたら、クリスマスは秋内でも打つかなというのね、いらっしゃいますね、はい、うん、あ、デスケーキに白い声だトッピングで、いや、来週はもう楽しみやね。いいですね、うん、みんなで、うん、どうなるかな、今年最後の罰ゲーム、はい、ね、わちゃわちゃやな、わちゃわちゃ感満載で。絶対わちゃわちゃやろな。うん、やろうよ。あ、見に行くよ、絶対見る、見ますよって、ね、自宅配信よろしくってね、コメント。自宅配信。スーパー銭湯配信したいね。赤か。それはできない。他の人映るからそれはダメです。銭湯ダメです。ダメ。他の人っていうか変なものを映る可能性が高いんで。そう、事故る可能性が非常に高いですよ。どう考えてもね。はい、うん、元旦に朝から並んでる人いますかっていうコメント来ますけどね。いや、結構元旦もね、朝初打ちっていう形でね。まあ、ついでにね、告知で言わせていただくと、大東の方は年末年始ね、すべて通常営業。そうなんです。しますので。10時開店と。10時開店ですね。閉店時間も一緒です。一緒です。うん、年末年始すべてね、はい、営業させていただきますので、ね、ぜひぜひ皆さんね、10時40分ですね。近くの方もね、はい、あの、帰省される方もね、来ていただければと思いますので、ね、はい、よろしくお願いします。帰省のタイミングでね、あの、寄っていただけたらと思いますね、うん、大阪、ね、
あ、ムックサンタ見たいっていうね。あ、そう。キココもコスプレしましょうっていうコメントが。え、キココは先ほどもね、あの帽子かぶせたらいいんじゃないなんてコメントが、うん、いやだからキココはね、一応ね、うん、事務所にいるんで。あー、なるほど。そうっすね事務所にいるんでね。なるほどね。あんまりね、ここはね、ずっとね、うん、抱いてはるからね。そう、紫外線がね。そう、紫外線、紫外線対して、ね、変わりませんやんか。事務所もLED の光がね。そっちですか。ちょっと刺激が強いんでね。刺激強いここにはね。もう冬やからね。あ、そうです。まあね、結局、うん、結局寝たいところを頑張ってこうやって いてくれるんで。熊は今冬眠してますからね。あ、そうですね。眠い時期ですからね。なかなか外に。もう寝る時間やね、ほんまは。冬眠ってめっちゃ長あったかいやけどな。可愛いってね、みんな言ってありますけどね。うん、そうでしょ。はい、ミスト配信楽しみにしてます。来週はエンデクチも全員集まるので、全員はちょっと無理だと思いますね。はい。ムック店長、頭に竹トンボつけるんでしょうっていうね、コメントも来てますけどね。竹トンボ、なんで竹トンボや。なんで竹トンボつけるの。ちょっとあの唐突すぎてびっくりしましたね。何の話だろう。何をしたらええんかな。何をしたらええんかな。明日の青木社会社季節明会はどこで放送ですかということで、寝屋川南店よりお送りしますね。明日寝屋川南。はい、寝屋川南店で、うん、しげらない。バックヤードかな、ちょっと表じゃなくてバックヤードの方で放送するかもしれませんけどもね。はいはいはい、ぜひお楽しみにしていただければと思います。いつも通り7時からありまして、その後、鶴見と東大阪の方の配信に、ね、うん、移行するという形になりますんでね。うん、はい、あと大東で言えばね、アルバイトスタッフも募集してますので、はい、そうなんですよ、はい、そうなんですよ、今ね、アルバイトスタッフも随時ね、募集してますので、はい、早晩でも遅晩でも男性でも女性でも、はい、大丈夫ですね、はいはい、興味ある方はぜひね、応募、一緒に働きましょう、はい、一緒に働きましょうということで、072-870-7705かな大丈夫ですか。あの、その辺はあのシャキッと言ってます。ちょっと待ってね、はい、違うとこかかったらダメなん で、うん、なんで今のはあのなしと言います。いや、なしと合ってます、はい、大丈夫です。合ってる、合ってます、あのちゃんと確認してからね、はい、あの電話かけてください。俺も合ってるとは思ったけど、はい、今まで、はい、電話確認します、ね、ホームページにね、電話番号載ってるんで、そうそう、はい、ぜひねかけていただきたいなと、はい、思いますんでね。あとね、興味あってなんかこういろいろ見てみたいという方は、明日のね7時からまたあのこちらの気候のチャンネルの方で、いや、ほんまにね、トミーウェスカー面白い会社説明会あの一緒に働きましょう、みんな、はい、ね、一緒に、ね、働きましょうということで、よろしくお願いをいたします。はい、はい、はい、あの給料等々に関しては今ここでちょっと詳しく言うことはできないですかね。そうですね、はい、またあの放送上ではやめときましょう。放送上でちょっと言えないという話になりますので、はい、また問い合わせ、またあのホームページ等でもね、あの募集、これだけ言います、はい、悪くないです。はい、そうですね、週休2日です。はい、きっちりあります。非常にね、ホワイト、こんなね、いい会社あんの？なかなかないです。ないよね、はい。ないよっていうぐらいの、はい、本当にね、優遇されてます。間違いなくそれは。はい、うん、なのでそれはね、あの本当電話していただいて聞いていただければ、す、は、べ、い、てお答えね、はい、できると思いますので、はい、ぜひね、ぜひぜひ応募してみていただければ。はい、保険の内容とかもね、全部読んで。そうですよ。はい、本当にね、すごいいい会社です。はい、自分で。勤めててね、いや、ほんまにね、うん、皆さんおっしゃるんですよ。これは本当ですよ、本当に、うんうん、サービス残業も一切ないですからね、はい、今逆にしたら怒られるぐらい、いや、ほんまにね、はい、僕もめっちゃ怒られるんで、そんなさしたらね、はい、大丈夫です、はい、ということでね、皆さん、はい、あの楽しい楽しいね、アンダーツリー株式会社に入って仕事しませんか、はい、門を叩いてください、はい、興味ある方はぜひあの応募していただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。もう2時15分ぐらいですね、この辺で終わりましょうか。終わりましょう、はい、というわけで罰ゲームもなしで、なしで、はい、行きましょう、はいはい、というわけで、ね、本日ここまでお送りしました、火曜大東店でございます、リアル最適、はい、新下克上、本日は町は圧勝ということで、はい、お疲れ様でございました。勝負はあったん、勝負一応あったみたいです、一応下克上なんで下克上達成ということで、はい、じゃあ来週は出ません。はい、すぐすねる、いやいや、すぐすねる、来週ですね、年度の締めや言って店長出んでどうするんですか、ほんまですよ、はい、だって負けたよ、はい、小学生みたいです。はい、というわけでね、もうしますいいですか、はい、はい、というわけで、ありがとうございました、はい、また来週、はい、おやすみなさい、おやすみなさい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます、良いクリスマスを、クリスマスをお越しください。
はい、というわけで皆さんお疲れ様でございました。まあ、ちょっとねあの2部っていう話もあったんですけど、まあ、あのいつも通りというか、ここからまた片付けの方始まりますんで、ちょっと2部の方なしといった形ですね。ちょっと申し訳ございません。はい、赤チキンとちょっとさすがに今日ないですね。はい、罰ゲームの方も用意はしてはおったんですけどもね。はい、といった形でございます。はい、お疲れ様でございました。またねあの放送の方もでも先ほど言いましたけど明日あの19時から、またあの会社説明会と明日は鶴見やったかな東大阪だったかなちょっとどっちかわからないですけどもね、またあの放送ありますんでぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、お疲れ様でした。はい、相変わらずでございますね。いやでも本当にスターウォーズいい展開でしたね。マチャン主任の方がね1万2票まず出ましたんで、うん、びっくりしましたね。あそこまで出るんやな。なんで俺プライベートで売ってるときあんな出へんやろな。じゃあダディが発表しよう。俺かいな、うん、明日見るんでありがとうございますね。また見に来ていただければと思いますんで、はい、よいしょ。じゃあね、また明日もよろしく。来年はダディとマイマイに会いに行くけど、ぜひね会いに来てください。よろしくお願いします。配信でね、する準備が10時半ぐらいからかなやってる時が多数ですんでね、はい、あの準備してるとこ見ていただければ、あのに声かけていただければ、はい、と思いますんでね。はい、本当にお疲れ様でございました。はい、また、明日以降の配信でもねお会いする形になるかと思いますけれども、はい、この一言でなかなか救われるというか、なんというか、やっぱりね、あの2部楽しみにされてる方もいらっしゃいますんで、まあ、その辺は説明しとかないとなというのもありますんでね、はい、またあのぜひぜひ来週もね、締めの方と年の締めの放送ございますんで、ぜひぜひ遊びに来ていただければなと、ぐるっと回してね、思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いをいたします。はい、桜井さん、さすが桜井じゃないですからね、うん、ダディでもうるさいよといえばジュースとシリコンバンドもらえるので、あのシリコンバンドは常時持ち歩いてない時もあるんで、あのその時はちょっとあのご勘弁いただくかもしれませんが、あのジュースに関してはちゃんと松浦さんがあの言われた時はちゃんとおごって俺に後で請求してくれって言われてるんで大丈夫です。その辺は言ってください。うるさいよって言っていただければね、はい、うん、誰でハゲる前には嫁はん見つけた。そうやね、それはいるよね、うん、エンデック人とキコーナ人は会いに行ける系アイドルか。アイドルじゃないからね、僕アイドルって言ったらアイドルの方々に失礼やからね、うん、お疲れ様でした。 ありがとうございますね。ぜひぜひまた来てください。うるさいよってね、あの定番です。今日はね、ダディにうるさいよって言いにくいってね、あの別に言いにくいことはないと思いますけども、あの見てますとだけ言っていただければ、はい、あの別にあの僕はキーワード必要ございませんのでね、はい、来年兄貴は、ね、ありがとうございます ね、うるさいよってね、いつも、まあ、僕はね、よく笑い声がうるさいってよく言われますんで、うん、ダディでうちに行きたいんだけど、どこ行けばいいってなかなか難しいですね。具体的な名前を出すわけにもいかないんでね、この辺はね。うん、ダディはヒゲ濃いよっていうね、ヒゲ確かに濃いよね。ずっとこれ繋がってますからね。うん、JP さんの場合、キラボスでいいんじゃない。キラボスやりますよ。ね、相変わらずですけどね。はい、というわけでね、本当にお疲れ様でございました。ちょっとね、今からバタバタと片付けますんで、はい、来年は、ね、彼の作りで頑張って、分かりました、あの頑張ります。あのモテないことで有名ですんでね、弱い18どころから私彼女作っておりませんので、はい、うん、キラボシでいいんじゃないっていうね。ありがとうございます。はい、というわけで、ヒゲの感といて、ヒゲはちょっとあの大事なんで、これ結構あのヒゲ生え揃えるのにも苦労してますんでね、はい、というわけでお疲れ様でございました。はい、また 来週の大統領、そしてね、明日からの気候のチャンネルもよろしくお願いします。じゃあ皆さんね、良いクリスマスをお過ごしください。メリークリスマス。